はい、今日はありがとうございます。バージョンアップとともに、はい、なんとオフでやるようになった地獄編も今日も団子さんのうちに来てやってました。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。竹部さん、こんにちは。こんばんは。まあやっていこうかなと思うんですけど、はい、けどなんかあれですね、梅原さんの、はい、ビース TV カップ、お、初級者、うん、やるんで、もしね、多いと思うんで、自己研見てる人、そっちの方も参加ね、ちょっとお願いしたいなと。ウルシル以下が出れる4000かな、4000、399で、はい、4000行ったことある人も OK おとか、そこ結構ふわっとしてるっぽい。なかなかね、戻っちゃいますからね、あそこはね。そう、ゴールもっと言うと、超えてても、うん、行ける風なニュアンスだった。おだ、常識の範囲内っていう感じっぽかったですね。さすがにダイヤはダメだけどみたいな、うんプラチナもダメだけどみたいな、うん、まあまあ4200とか分かんない、分かんないですよ、全然分かんないですけど、はい、お、参加どうしましたか。お、自己研のシルバーイカ大会、ウルトラシルバーイカ大会前回やって、うん、そこに出た方も全員出れるっていう、出れるじゃないですか、はい、その一緒だったね。じゃあ優勝者たちがもしかしたら頑張ってくれるかもしれないですね。で、5on5で、はい、こう多分斡旋してくれるらしいんで、お、交流で、むしろこう自己研チーム出てほしいまであるよね。あ、そこで斡旋される前に。そうそうそう。だってあれできるんですよね。最悪斡旋ですよね。そう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 、確かに。けどチームで組む分には OK ですよね。OK です。一応俺の中で攻略法をあれ見つけたんで、斡旋で出るより、はい、自分出る方が。お、自己研で3人集まってます、おすげえ、お、すげえ、いいですよ。ただ俺です、これはもう言わないです。え、それ言わないですか。寒い、寒いから、寒いからそうなの。さすがに、はい、寒いの良くないな。寒いの良くないですね。あげるさん、お昼、パルケさんにちょっとやってもらって。あ、そうなんです。じゃあパス5で、じゃあ作ります。はい。で、いつも通りのあれですよね、ディスコードの部屋にあるんで、入ってきた方は、ディスコードに入ってきてもらって、こう会話しながらやれるよという感じですかね。はい。自己研5人、ないの自己研チーム自己研。お、ようかんさん。ただね、自己研の人ね、毎回やる人、うん、もうシルバー超えてるんですよね。ちゃんと成長してるから。だからいいっすよね。エグいだって成長率。うんうん、もうアキムさんに勝てないですからね。LP 制限は一応実質。ナイスっていう。ただ気持ちとしてはアルマスだろうが、初中級者歌ってます。あくまでも初中級者にやりたい。お、コメント、はい、あ、ヨーカンさん来てくれたかな、うん、もしもし、あ、こんにちは。持ってるか、さっきね一応音声チェックはしたんですけど、多分乗ってそう。今日は自己研とははなしなんですよ。あ、ありがとうございます。自己研っていうのはね、こういう感じの配信です。まあ今日辛い感じですね。じゃあ横田さんやりましょうか。はい、はい、もうちょいちょうません、やっぱり音量下げたいです。バランス、ね、新しい環境になったんで、だしバンバン俺環境を変えるんで、そういうこといらねえだろ。ちょっとそっと下げました。あ、キャラクター何かいいとこありますか。あー、ベガお願いできます。おー、全然。俺最近この何々お願い、あ、ちょっとごめんなさい、ベガどこだ、ごめんなさい、ベガ見つかんないかもしれないです、痛い。こう、やらせるパターンあるんじゃないかなと思ってきましたね。やらせるパターン、だからこの次からとかもいいですけど、あー、ヨーカンさんと、あ、それ面白いですね。うん、うん、ランク対
近い人がいたら、うん、やってもらうのいいですねっていうのもあるのかな、うん、ちょっとちなみにベガはどういうあれがあるんですか、嫌なところって。あの技、ベガっていうか技なんですけど、うん、あのヘッドプレス、あ人数多いとね、これあの本当にしょうがないやつですね。ダイヤモンドいるな。あのベガかバルログなんですけど、はい、あのヘッドプレス、うん、あとベガ、あのバルログのバラソレのアタック、あれの対応がよく分かんなくて。教えてほしいです。確かに。あれトレモでなんか自分でやろうとしてもなんかうまくできないというか。ああすげえわかる。なんか踏まれちゃうみたいな感じですよね。そうですね。でなんかちょっとしゃがみ強パンチで勝てる時もあるけど、なんかちょっとだけ出し方変えられると負ける時もあるし、よくわかんない。ね、あれはなんか7色のヘッドプレスって言われてて、どんだけこっちが答えを探しても打ち方に幅がありすぎて答えはない。ただ傾向はあるんです。その傾向って向、あ、じゃあまあ対戦じゃなくてじゃあ教えましょうか。ああ、お願いします。じゃあヘッドプレスなんですけど、これですよね。はい。でしゃがみ大パン打って。けどこうやってやられると、そうですね。これね技によるんですけど、カリンのしゃがみ大パンだとむずいのかな。中攻撃とかだと2回打てばよかったりするんですよね。基本はすぐしゃがみ大パン打った方がいいです。これ空対空とかやるとやばいってことですよね。いやもう、でヘプレなんですけど、中央で打ってくるときはあんまり気にしない。多分勝ち負けに正直そこまで直結しないんで。けど画面端の時のヘプレは対策があるんですよ。画面端やられに追い込まれてるときですか。ベガが画面弾いるとき、ベガが画面弾いるときにこうヘップレ打ってくるんですけど、これ EX 超打ってくるんですよ、うん、でこの時の EX は踏んできます。あの EX でキャンセルとかしないで踏んでくるんですよね。でガードしてもらっていいですか。はい、本命がしゃがみだめなんで、これしゃがみだめなんで、ここだめです。あでガードしてもらって、ガードで裏に行くっていうのが超同本命な動きなんですよ。あ逃げる動き、そうなんですよ。なんでそこだけ結構とがめるでも変わると思います。だから中央だとどう打ってくるか分かんないんだけど、あじゃあ後ろガードでお願いします。はい、そうこれが本命なんですよね。あ、はい、でこれをとがめることができると、あの本当にたあの対策変わりますね。でじゃあこの EX これどうしよう。これは多分チャガミダイパンで落とせると思う。あのミカのリディとかでもいけるんで。いきますよ。あー、ムカつきますよね。ダメなの？いやこれね、ちょっとこれ、こういうね、レベルになってくると、これね、俺でなくて、知ってる人に聞く方が絶対早いですよね。でこれ、もうキャラタイル部分なんですよ。でキャラタイル部分になると、こう俺も調べないといけないってね。ダメ？ちょっといない？いやこれね、これね、こん時だけは抗いたいんですよ。で、空対空やっぱ怪しくて、EX、うん、いいですよね。うわあとね、歩くっていうのもあります、前に。歩くで、これ確定あるんですよ。ほう、これ確定だ。たたずまないで、そもそも寄っていくっていうやり方すると殴れます。こうやってだこうされるとダメなんで、これもこうやってなるんで、画面端とかで、あ、じゃあ倒してください。俺のことトグル配信とかそういうのじゃなくて、 この技はこうやって対処しますよっていう、あのカリンの知識人がいると楽なんですよね。じゃあ、例えばこうあるじゃないですか。この時に前にレバー入れといてください。今から。で、こうやって使う。今ので中パンチとか入るんですよ。そうそうそう。今ので殴れば。うん。
でリターン取れるんで、変な話キャンセル見えたら大パンとか行けたらいいですよね、しゃがみ大パンとかね。で基本的に前、おお確定、取れてる取れてる、おお取れてるよ、はい、これマジだ、これ見てからじゃないんですよもうでカリンはね、もしかしたらベガ打ちにくい方じゃないかな。でよくあるのが、前投げ打って打った後にレバー前で行ってもらっていいですか。投げ打って、そうそう、もう一回投げてください。で同じく結構こういうの多いんですよ。で今みたいな感じで、前に歩いてるとこうやってスカるよっていう。で中途半端なところに佇むと今のやられるんですよね。なるほど。空対空ダメですか。ダメですよね。強いなお、ラバオさん、あ、コツコツフレームを調べて一応ね、自己研ね、フレーム表はね、書いてあるページが、あ、そう、あの、ね、配信内にあるんで、そこで見ると、あと上から行くむずいっすよ。あ、セットセットで逃げると、やけど、ぶっちゃけ中央はやっぱりベガ側も嫌なんですよ。こうやられた時に前に歩かれたら絶対使うから、で、これここ絶対殴る、うん、これやるだけでやっぱだいぶ、うん、確かこれはどうですか、これも殴れるんで、もう絶対使ったら殴るって、あ、殴れる、マナリティ強いっすね、うん、これ殴れる、マナリティ、まあこうやって言うのはあるんですけど、うん、けどこれもやっぱりそんな強い選択肢じゃないですよね、うん、それこそしゃがみライパンとかこれだったら多分全然落ちるし、わかりました。ああ、カラソン前歩かれるのは嫌だ、あ、そうなんだ、ちょっと普通に対戦してみましょうか、どんぐらい、多分ベガはね、うん、キャラ的にはね、お、ダイヤモンドがなかった、スパプラダイヤモンドすげえ結構ね壁あるんですけどね、ダイヤモンドの、さすがっないんだ。そうなんですよね。どういうコマンドで。おお、してる、うん。なんか気になる部分とかあります？やってて。今のは特に大丈夫。うん、あのね、やっぱ上からのアドバイス、さっきも言ったんですけど、はい、基本的に軌道変化ってあるじゃないですか、うん、で軌道変化があるものっていうのは、基本的に答えが明確なのがないパターンが多い、うんうん、で明確じゃない時にそのどんだけ対策しても相手の方が知識量があるんですよ、相手の方がヘップレ打ってるから。あ、そう、こっちってベガ戦でしかヘップレの経験値がたまんないのに、ベガってずっと経験値たまるじゃないですか、ヘップレで、はい、なんで基本的にああいうやり取りするときに相手の方が有利なんですよっていうのが結構すごい重要な考え方で、で単価で黙らせるのがやっぱすごくいいんですよね。でさっきみたいにチューチュー打てるみたいな、空対空でジャンプジャックパンとか打つのはやっぱ結構怪しいんですよね、
なるほど。安いから、もう多分マジでヘップル打たれまくるんですよ。なんで、うん、あんまり弱攻撃で、ああいう軌道変化の対策はしない方が一応いいっていうのはあります。わかりました。そうそう、必殺技打つとゲージが増えるんですけど、そのゲージを20ダメージとか30ダメージで終わらしちゃうと、なんかこれゲージ増えてる分こっちおいしくないとか思われたりもするんで、まああえて深く歩いてちゃんと中攻撃打つとか、多分バルログはバルログでまた変わったりすると思うんで、そういうのもちょっとまだ自分でもちょっと調べてやってみます。いや本当にね、もう難しい領域、要するにプラチナって多分そういうところなんで、うん、今までって俺もっと結構ふわっと教えてたじゃないですか、うん、こういう風に動くといいよなんですけど、俺じゃ答えれないあのところなんですよね。だからどうやって調べるかとか、そういうのをもう少し俺が教えれるといいのかもしれないですよね。確かに、なるほど、うん、このキャラはこうとかじゃなくて、だいたいこういうのはこういう風に調べるといいよみたいなのをもっとちょっと、うん、ちょっと考えておきます。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい、確かにヘップレはトレモでやるのすごい難しいって言ったじゃないですか。難しい。しかもこう、もういくらでも移動もするし。そうそうなんでそういうのの調べ方は知りたいですね。俺は結構ああいうのって、はい、どうやってるの？さっき言ったあの EX で踏むって裏行くって、あれがやばいんですよ。うん、せっかく画面端に追い込んだのに踏んで自分が画面端に行くっていう、うん、それだけはないようですよ。なるほど。っていうのを調べて、あ、一番やべえのだけ対策する。それ以外のこう空中でや、うん、キャンセルするとかはもうなんかどんだけ対策しても相手の方がうまいんですよ、うん、打ってる回数が違うから。そうですね。で俺も嫌になってもう無理じゃんってそうか、 A っていう対策すると B で返してくるんですよ。で調べた結果E までの対策やるんですけど、はい、全然もうなんか相手 Z ぐらいまで持ってるんでもう無理なんですよ。なるほど。まあ、その道には入ってしまったってことですね。そう、そういう領域ですよ。 どこまでやるみたいなので決めちゃっていいかもしれない。じゃあ次はカナダさん。カナダさん、はい、もういらっしゃってる。はい、こんばんは、カナダさん。おーす。聞こえるかな、カナダちゃん。ちょうどそのベガーですけど、魚の取り方を教えるのいいですね。そうですね。確かに魚をあげるんじゃなくてね。カナタさんどうでしょう、聞こえますか？あ、来た来た、聞こえました。はい、OK です。じゃあやりましょう。キャラクターとか何か、何がいいとかありますか？ユリアンお願いして。おえ、どんどん。あれ、ランクもまた上がった？あ、いや、まだ前もスパフラ前回と同じです。ダイヤ見えてます？なんか正直停滞してます、ね。ああ、壁あるんすよねそこね。というかランクってどのゲームもそうなんですけど絶対停滞するんですよね。だって自分が強くなってもただ強いやつとマッチするんで一生強くなってないですよ。なんか僕の場合なんか階段型に上がる感じで、もう、あんまり坂なんか上り坂的な感じはないんです。あ、じゃあなんか急に上がってみたいな、うん、新しい武器手に入れて上がるみたいな。まあそうですよね。だって言うたらもうどう、じゃあ普通に対戦してみましょうか。まあ何か、まあもし気になるのがあったら、ね、はい、この組み合わせとかも、もうお互い通常と強いですもんね。結構知識の部分が、入れた。おお、さすが。中断はね、絶対立たない。これダメよ、これだけはダメ、これ死んじゃうから、これ。
ップからじゃない。うん、その対空これはうまい、間に合うんだ。この組み合わせ何に困ってるんですか。そうですね、なんか EX ヘッドとか、なんか透かしでなんかやろうとしても結局当たったりとか、まあ、最終的にエイジスでやられちゃったりとかです。そうですね、まあなんか、EX ヘッドって下げれるの知ってますか。あ、ボタン押してもらっていいですか。ボタン、下げれる技も結構決まってたりとかも知ってます。はい、下、弱パンと下、弱。あ、そうですね、弱パンがすごい。ちなみに、ベガはすごい下げりやすい方です。あ、はい、これかなり優秀なんですよ、実は。なんで、下げは簡単な方ではあるんですよね。なんかそれでタイミングを狙ってやろうとしても、なんか結局当たる、なんか向こうが上手なのか、うん、やられちゃってみたいな。じゃあエイジスが嫌なわけじゃないですか。でエイジスって、考え方があるんですけど、発動したら強い、はい、もうこれは間違いないです、はい、それもどんだけ対策してももうきついですけど、逆に言うと V リバを吐きたくないんですよ、ユリアン側って。エイジスが強いから、はい、でベガってすごい有利フレームを取れる技が多いですね。アックスとか EX2 とか膝とか。だから試合の中で V リバを打たしたくなるような選択肢を打ちまくった方がいいんですよね。あ、その、はい、であともう一個大切なのは、3本トリガーのキャラってトリガーってすごく強いじゃないですか、はい、発動させるのが良くないんですよ。で発動させないのはどうするかって言ったら倒すんですよね。スタンチで倒すと、エイジスが発動しなくて勝てるんですよね。なんで、他の組み合わせだったら1回下がるとかやっちゃう場面もユリアン戦は攻めた方が良かったりするんですよ。ユリアンの体力が半分、スタンチが7割とかだったら自分の体力はどんだけであろう倒しに行った方がいいです。そうするとスタンが終わると、あ、スタンすると勝てるから。でそこで何もしないことによってスタンチは回復するじゃないですか、はい、100% エイジスリフレクター来るんですよ。でエイジス来たらやられるんですよ。だこれがすごい大切な考え方で、例えば、スタンチが8割ある相手エイジスに、はい、ユリアンに対して EX2 とか打ちに行くんですよね。そうすると V レバ使ってきたらトリガーが打ちにくくなるんですよ、はい、で打たないんだったらこっちが攻めがすごい強力なんで、うん、スタンしないで倒しやすくなるんですよ、うん、みたいな感じが あるんで、その普通に戦うんだけどリアン戦はゲージを残して、である程度減らしてスタンチ溜まった時にちゃんとそのゲージを使って攻め継続させて V リバー共有するか、もしくはお前そのまま死ぬぞって倒すか、うん、ってやるといいんですよね。なるほど。これは2本トリガーと3本トリガーで違うんですけど、はい、まあ特にエイジスみたいな強力なトリガーを持ってるキャラにはもうそれがすごい有効ですね、うん、だから、アックス打ってもらっていいですか、はい、アックス、立ち弱系、あのまあなんだろう、まあ立ち弱パンブラストとか打つじゃないですか、はい、こういうのもアックス膝とか打ちに来る結構ありですもん。これで攻め継続になるじゃないですか、はい、で相手暴れればいいんですけど、暴れたらこっちもそれに対してカウンターヒット取れる発生の早い技を打ったりするんですよ。そういう感じで、いやお前ずっとガードしたらずっとこうやってはめるよみたいな感じでこう攻め立てる。でさらにさっき言った通りこう EX ゲージを最初に使わないで殴ってもらっていいですか。バン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 、例えばこういう局面で EX に使われる方がいいんですよ。あ、もう一回殴ってもらって、こういうところでなんかしゃがみ中パン、こうやって攻められる方がいいですよね。もっとスタンチがあったらさらに嫌で、はい、とかできるともっと、要するに決定力を上げるあれですよね、攻め方てか決定力を上げないといけないんですよね、ユリアン戦って、はい、なんかここは一回安全にやろうは
ユリアセマジやめた方がいいです。あの後々やられるから。あと特にあるのが、例えばこういう局面、この局面でリードしてるじゃないですか。でこうこんな感じで打ってくるんですけど、これ結構もう負けパターンなんですよね。こうやってて、あ、じゃあちょっともうちょい殴ってもらっていいですか。でユリアンで一番強いのって、あ、これ大丈夫です。この H 数投げなんですよね。これがやばいんで、でこれって、試合が長引けば長引くほど起きやすいんですよ。なぜかというと、ユリアン側がゲージを使うか使わないかを選ぶから。例えばゲージが2本ある、で遠くで弾の打ち合いとかするとユリアンがどんどんゲージ増えちゃうんですよ。でこれ弾で相手を倒すんじゃないんですよ。弾でゲージ増やしてエイジス投げ狙うんですよ、ね、みたいな感じがあるんですよ。ならなんか結構ユリアンってそのエイジス投げ CA の前にどんだけ減らすかっていうやり方があるんですよね。っていう、うん、そういう考え方がすごくあるんで、うん、なんか早めにゲームを決めた方が、例えばエイス持ってても CA がなかったらまだそのまだ投げ食らえたりするんですよね。なんで早めに結構試合を終わらせようとするとゲージがたまらないんで、そうやってあのやばいあの連携をされにくくなったりします。そう、これもね、やっぱね、ヨカさんもさっき話したけど、やっぱね、もうかなり難しい領域まで来てると思うんですよね。そうですね。ただ、はい、このランクに上がってからなんかユリアンが増えて、ああ、っていう感じもある。最初はね、なんか玉キャラ多くて玉キャラ嫌だなと思ったけど、次はやっぱもうちゃんと操作できるユリアンとか出てきて強いですよね。そうですね、本当にそんな感じでちゃんとしたユリアンが出てきて困ってる。だベガだったら、まあ さっき言った通り、その V リーはしろよっていう EX2 をもっと打つのを心がけるといいと思います。ゲージ運用の仕方として。わかりました。はい。とか、あと離れてるところに EX のブラ、あの、弾打って、投げで死ぬときに。で、投げに行くみたいな。で、そのブラストを V リーはするんだったら、あの、結果的に CA 使えないよね。あ、CA ってトリガー使えないよねっていう強要になるんで。V リボを使わすようなタイミング、使わないとお前死ぬよっていうタイミングで打つのを意識した方がいいです。あ、わかりました。うん、はい、頑張ってください。わかりました、はい、ありがとうございます。いやもうやっぱレベルが上がってきてますね。超高いし、ずっと最初から来てる人に教えてて、うんうん、あ、こういうレベルまで来たな。なるほど。もうキャラごとのその試合のプランニングですよね、これね。だって最初だって俺カナツさんに、うん、キャンス必殺技打ってすごい、うん、っていう話だったのが伸びがすごい。ここまで来ました。あれ、ゲージ、あ、そうそう、初心者講座が消えてきました。ありがとうございます。ゲージを倒る前に倒すか、ゲージうまく、そうっすね。パラチュイットロー、リュウはいないでしょうね。あ、じゃあカマノカモノベさん、カモノベさん多分もう入ってきてくれてるかな。もちろん。こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。はじめまして。はじめまして。はい。なんか、お願いします。使用キャラ、何がいいとかありますか。ですね、師匠に氷使ってもらえって言われたんですけど、はい、私、今のところ龍が一番大嫌いで。おお。師匠、まあ、じゃあ龍にしましょうか。いいですか。全然全然。はい。師匠っていうのは誰の？師匠じゃないですか。あ、教えてもらってるってことですよね。はい、教えてもらってる方に降臨で教えてもらえって言われたんですけど、はい、いや、それ以上に私は龍が嫌いなんです。そうですね。じゃあ全然あの師匠がいるんだったら師匠に降臨教えてもらう方が効率は良さそうな気はするんで、じゃあ普通にじゃあ一回対戦してみましょう。はい。はい。すいません、私アケコンを月曜日に手に入れまして、お、なるほど。ちょっとすごく操作が、ああ全然全然あんまりなんですけど、まあ、正直操作とかはあのやってれば上手くなると思うんで、はい、まあなんか、はい、どっちかったら分からないことが分かるようになる方がすごいやっぱ重要なんで、うんうんうん、まあじゃあちょっとやりましょう、はい、まあやるんですよね、はい、みんなね、自己検査所来た人もみんなもう龍次ガイル多分来ますよ次もう
ガエル竜やっぱすごい嫌なんですよね。はい、めっちゃ嫌です。これは、あ、これは川野と同じコスチュームの色だな。バレてしまいます。お、師匠は気のせいです。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 俺もよく戦ってますからね。はい、よく拝見してます。コーリンはかなり初心者としては俺めちゃくちゃおすすめキャラクターなんで。あ、そうなんですか。うん、俺はそうだね。カドちゃんとかあのコーリンなんですけど、俺押しましたもんね。あ、そうなんですね。もともと私ジュリ使ってて。あ、ジュリとかむずいですよね。はい、で2週間前にコーリンのコンボを教えてもらってすごく楽しかったんで、うん、今コーリン使ってます。なるほど。あ、いいっすよ。なんかね、懐かしい気持ちになってきた。こうあるべきなんだよ、自己嫌悪は。あー、むずいっすよね。むずいね、全然もうね。アケコンになってから逆波動がちょっと仲良くなれない。アケコン元取られ、あ、普通に。はい、パッドでやってました。いいっすね、みんなもう優しい目で見れるやつですよね。うん、すぐ成長して、おお。フードさん、ダルシムも使えますか。まあまあ、使えるっていうか、まあ、どれも使えないですけど。一応やってるぐらい。あ、そう、宮田くんにも俺、コーリー押したしね。教えてもらってるのはコンボであると。あ、コンボとかいろいろ立ち回りとかですね。立ち回り、どんなの教えてもらってますか。立ち回りっていうか、あの引き台系とか、ちゃんと大パンのパラグラ仕込みやるんだよっていうことで。ああ、なるほど。はい、じゃあ対空覚えるの結構いいっすよ。はい、あのそうなんですよ、このランク帯って、はい、さっき言った台パンのパラ仕込みとか引き台系とかあるじゃないですか、はい、あれとかってすごく強いんですけど、対空できないとぶっちゃけ意味ないですよね、はい、だって飛ば、うんうん、ずっと、ずっと飛んでくるからこうやって。だからどんだけいい仕込みができようとも、はい、ずっとジャンプ攻撃で負けちゃうんで、はい、それも やれる、あの今後絶対必要なんですけど、やっぱ対空ができるともっとそう価値が上がっていくんで、で、はい、今俺ね、最初こう初心者の教えるときにもう対空にしてます。あ、大事。うん、特にランクを上げたいっていう気持ちがあるんだったらもう100対空なんですよね。じゃあちょっと、はい、ちょっと遅いっすね。はい、あ、そう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 。そうっすね、これちゃんと出てますね。あの右左右左ってやってもらっていいですか。こうやってこれで、しゃがみ台パン打ってもらっていいですか。そう、これがね結構、はい、あの難しいんですけど、これができる、これもやっぱ遅いんですよ。だ早い。あ、でも難しいですね。そうなんですよ。今ってしゃがみながら対空で できてたじゃないですか、はい、これができてるってすごく良くて、あと実践値を上げるんだったらこうやって右左右左ってやってるところにそうやるってやると、あ、そう、もっとこう対空っぽくなる。あ、できてるできてる。おー、できてる、できてる。あ、おー、いいっすね。なるほど。おー、できてる。おい、多分やり始めるとなんかその、はい、さっきまで焦ってボタンを早く押しちゃうみたいなのがあったと思うんですけど、めちゃくちゃありました。けど
こう感覚を覚えると割とそういうのも大丈夫なんで、うんうんうん、で今体育出てるからこう右左右左やりながら体育の練習した方がもしかしたらすごい、うん、実践的かもしれないですね。なるほど、教え方が鋭い。いやこれと練習って感じですね。うん、うん、なるほど。へえ、こうやっぱちょっとね、うん、こう難しいですよね。ちょうどできてないぐらい、うん、でもできそう。あ、できてる。あ、できてる。そうっすね、また大丈夫かな。コンボ、はい、で、あの波動拳パンチでやってます。波動拳パンチです。あ、まあそっちの方がいいっすね。まあ一応あの、はい、氷って弱中強でパンチ全部押しとくと勝手に EX になるっていう。あ、そうですよね。はい、そう、なんかあのパッドの時にガチャガチャしてすぎて、あーパラッてちゃったーって言って氷、氷これでいいです。へー、で勝手に弱中強 EX パラが出るんですよ。へー、すげー。だからすごい簡単なんですけど、こうなるんです。うん、あとやっぱ自分から飛ぶコンボとかも練習した方がいいですね。やっぱ体育をする、あとジャンプ、自分からジャンプ、こういうやつからで、ね、ああ、いや、まあ普通のジャンプでいいですよ。普通のジャンプで、あ、そんな、うん、そんな、はい、なんかジャンプ弱系いいっすよ。弱系ですか。はい、あっちゅ、あのめくり、あ、めくりです、うん、それでめくるんですね。ああ、でもやってるかめくりがもうむずい。ね、ああできた。どこが、くるぶしあたりがあったんですか。はい、あれなんですよ、弱攻撃って持続が結構短くて、もっと遅く押さないといけないんですよ、うんうん、ボタン。なるほど、うんうんうん、初心者だと竜の前捨てめっちゃ怖くないですか。前捨てされると、前捨てされるとなんか精神的にきますね。それも、対空ができれば、さっきやった大パン EX の仕込みとか、大パンパラの仕込みとか生きてくるんで、やっぱね、順番としてはやっぱジャンプなんですよね。うん、そうすればさっきやった引き台系とか強いっていう話があるんで、あの通常技さえ触れれば別にマイステップは怖くないんで。あ、じゃ あの飛んでもらっていいですか。はい、あで、こうこうやって疲れやすいんで弱系を打つと結構いいっす。そうですね。ああ、なるほど。あの弱系が速いっす。あ、そう、今です。相当遅めに押すんですね、はい、弱系。あ、で弱中強、そう、ジャンプ弱系弱中強っていうコンボが、めくり攻撃コンボっていうのがもう初心者たりすごい強い連携で、でコーリンだったら、はい、当たっても当たってなくてもジャンプ攻撃弱中まで入れた方がいいです。ここまでです。はい、なるほど。で当たってたら大パンまで押せるとそれがヒット確認ってやつなんですけど、うん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 、ジャンプ攻撃弱中、まあジャンプ攻撃弱中強まで入れていいですけどね。あ、なるほど、ここまで。はい、ジャンプ攻撃、はい、ジャンプ攻撃弱中強。あ、むずいね。なんでこんなシビアなのよ、カットコン。もっとちゃんと判定作れや。怖いよな、これ。あ、なるほど。ジャンプジャック兵ぐらいもね、絶対当てるよりシビア。むずいんだよ。なんでこんなシビアなんですかね。よくないですよ、これ。そうする。これが4になってればいいですね。はい。うん、おそらくそういう風な練習するだけで、だいぶ変わるですね。うんうん、もう超実践的、これが。で、そういうのやってると、次は弾が嫌だなとか。出た、弾。来ました、弾。あ、もう弾、めっちゃ嫌いなの。いや、弾はね、正直今日はいいっす。あ、今日いいんですか。はい、わ、はい、かります。いや、多分、あの、詰めすぎても、どうせできないと思うんですよ。なんかね、やっぱ順調立てる方が基本的にはいいかなとは思うし、はい、師匠がいるんだったら、ちゃんと、そういうのを教えてくれると思うんで。はい。だからこの混乱体でこういう動きはすごい強いですよ。こうやってジャンプ攻撃めっちゃやられます。だから対空がやっぱ必要だったりとかで、そもそも自分から飛べば別に大丈夫なんで。はい、どうしてもめくりに対応できなくって、すべてめくりで倒されたりよくされます。うん、だけど自分から飛べばめくられないですよ。ほらこうなるんで。あ、もうなるほど。うん、だからどっちの方が早く飛ぶかみたいな。で、どこ対空が出るとより上のフェーズ行くよねっていう、うんうん、けど対空って安いですよ。でコンボって痛いんですよ、こうやって。確かにそうですね。だから絶対に対空が出るんだったらいいんですけど、8割とかだったら下手したら飛ばれる方が期待値高いかもしれないです、うん、持ってる。ああ、なるほど。こう痛いんで、めっちゃ痛いです、うん、でこういうのができるとだいぶいいっすよみたいな風にはありますね、うん、
なんで、なるほど、まあ、体育を練習し、はい、まあ、体育はなんか意識したらできると思うんで、まあ、あとは、はい、さっき言ったジャンプ攻撃からのコンボできるようになると、はい、さらに伸びると思います。はい、ジャンプから頑張ります。はい、頑張ってください。はい。ではまた。ありがとうございます。はい、お願いします。はい。失礼します。また新しい初めての方が来てくれましたね。アクアクションさん。あの梅原さんの大会にも3人で自己研で参加した。本当。嬉しいっすね。ありがとうございます。倒してきてください、全員。あ、よろしくお願いします。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 じゃあ、何かありますか、この指定キャラクターみたいな。あ、ちょっと待ってください。ああ、やべえ、下に行っちゃった。ああ、ごめんなさい。ごめんなさい、いや、俺もなんか、あんま気にしてなかったです。ごめんなさい。これ、そうだね、これ皆さん下に移動できるかな。はい、これ、下の。してください、これね、あの、梅原大会、恵比寿大会も、これ、やらされる可能性あります。まあ、めちゃくちゃあるでしょう。皆さんの力で、皆さん、下に下がってます。これ、あの、本当にやらされる可能性あります。てか、俺の予想なんですけど、めちゃくちゃ頻発すると思う。そうですね。みんなの協力で。そう、いろんな、こう、ズレが。ズレが生じて、あ、どん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 上がってくる、上がってくる、上がってくるですけど、これ あ、来た来た来た、ありがとうございます。どっちあるんだろうって、こう三角布団をして一番後ろに並ぶっていうのがあります。トランプマジックみたいな、どんどん上に上がってくるやつ。あ、来ましたね。はいよ、ありがとうございます。あ、申し訳ないです。はい、ごめんなさい、ありがとうございます。なんか指定キャラクターってありますか。ポイズンお願いしたいです。このランク帯だとポイズン少なそうですけどね、結構います。道義の次にポイズンが僕は当たりますね。あ、そうなんだ。影響を与えてるかもしれないです、ね、いや、大いにあるんじゃないですかね。じゃあまあ普通に対戦してみましょうか。はい、よろしくお願いします。帰る。ポイズンとかダルシムとかなんか技が長いキャラクターがちょっと苦手で、はい、まあそうっすよね、強いっすよね。まあいきなりさ、ね、でもガイルはこう基礎が結構できてる人多いっすよね。技が2つしかないっていうのが逆にシンプルで、そうですね、しかも両方とも強いっていう。はい、ブロウィン。この玉抜けあるんですよ。おお、いいっすね。くぐった形。あ、こんなんどうすればいいのってなるよな。おー、しゃがみダイパータイプ。お、もう空タイプ。七色のタイプですね。確かに。いや、おらおら。いやなるほど。あ、対処むずいよな。対空ですかね。対空っていうより動きたいっていう気持ちが感じますね。はい、その何もしないっていうのが実はガイルの強みだったりするんですけど、それをもっと強、はい、あの使えるとよくて、例えば弾が何もなかった時にすぐ弾を打ちたいっていうこう気配があったりするんですよね。でそれってその何かアクションを起こさないといけないみたいな感じだと思うんですよ。はい、けど弾って打たなくてもいいんですよね。あるのが強いんですよね。なんでもっと超強気にしゃがんでても大丈夫です。なるほど。こうさっきからしゃがんでても何か起こすとこう動いたりとか
ソニックブーム打ったりとかしてたりしてて、じゃなくてもうもっともう俺はずっとしゃがんでるぞっていう、もうガン待ちで、そうです。でガイルはやっぱしゃがんでる状態が超強いですね。あで溜め継続してるのがそう強くて、あとやっぱりその動くと、しゃがみタイプの対空を使わないといけないとか空投げ使わないといけないとかあるじゃないですか。はい、すごく強いんですけど難しくなります。で今はすごくシンプルにする方が勝率上がると思いますね。だからしゃがんで絶対対空が出るのと、で、振る技は何なのかって言ったら、しゃがみ中継とかすごい強いです。しゃがみながらしゃがみ中継とか、はい、要するにこの距離はしゃがみ中継がすごい優秀なんですよね。で一つのこうラインですよね。ここに来たらしゃがみ中継打つよって、はい、でさらにこう寄られたらしゃがみコパンなんですよ。だからそのしゃがみ中継の森としゃがみコパンの森を持つとすごくいいです。ここはしゃがみコパンじゃなくてしゃがみ中継なんですよ。でここの森を越えてきたらしゃがみコパンをこう打つかどうか。森って何なんですか。そういう感じです。なるほど。それがすごく強くて、でこのしゃがみ中継連打してもらっていいですか。こう殴れたりするんですよ。こうやってこう殴れるじゃないですか。はい、けどソニックブームがあるんですよ。こう打つんで、ソニックブーム打ってもらっていいですか。こうしゃがみ中継をこう潰そうと思う技に対してこうソニックブームが勝つんですよ。でソニックブームって何なのかっつったら、こういう使い方がするんですよ。しゃがんでてしゃがみ中継打ってもらっていいですか。またでこれをこう潰せる、絶対によっしゃーみたいな、うん、けどこうやってくるやつにソニックブームです。そう、まずはそのソニックブームのやつはこれなんですよね。何もやってこないから打つとかじゃないですよ。何もやってこないんだったらもうしゃがんで待ってないです。で20秒に1回ぐらいソニックブーム打てばいいです。で20秒に1回ソニックブーム打ってジャストで飛ばれたら運がないです。いやでも、ね、めちゃくちゃ強くなりそうですね。運が悪いんですよ。けどこう5秒に1回打つソニックブーム飛ばれても運悪くないですよ、うん、まあ、当たり前なんですよ、うん、でかつ難しくなるんで、いやこれは相当強くなる。でしゃがみ中継、しゃがみ中継みたいな、そうそうそう、でこうやって勝つようにこう技振ってくるんですけど、そしたらソニックブームが強い。減るそうそうそう、そしたらソニックブームはすごい強い。あーでもあーすごくガイルっぽくなった。これがガイルの動きなんですよね。で K 最後飛んできてもずっとしゃがんでるから、あのサマーも出るみたいな。あそうですね、なんか中途半端にこうレバーを、あもう全部サマーでいいぐらいです。なるほど。でそれこそしゃがみ中継がスカッ、しゃがみ中継連打してもらっていいですか。でサマーみたいな、サマーみたいな、これしゃがみ中継だったらこう飛ばれてるのにサマー出るんですよ。間に合うんですね。そう、ああ強い、これそう、これがすごい強みでもあるんですよ。こう下からの攻撃もこうしゃがみ中継でバリアしながらもちゃんとサマーも出る。このランク帯にいたら嫌なガイルですね。でソニックブーム、これマジきついわ。でしゃがみ中継は打たなくてもいいんですよね。またさっき言ったこう寄ってきたら、ここに寄ってきたらコパン。やだ強いなこれ。なるほど。できればコパンソニック、はい、コパン、そうそうするとまたしゃがみ中継の距離なんですよ。うわ超強いな、だるみたいな。ああなるほど。だからガイルに歩き、あとガイルって、ガイルじゃなくてこのゲームって投げが当たんなきゃダメージなんないですよ。しゃがんでればいくらガードしても別に大丈夫じゃないですか。投げ食らうとダメなんですよ。けどしゃがみコパンソニック打ってもらっていいですか。寄るんで これしゃがみ台形当たるんですよ。強い。その後にあでガイルってそこが超強みなんですよね。あまあ今ちょっと遠いんですけど、そのガンガードをまず崩すのが超だるいのに、歩き投げをやった時に超気分で打つコパンソニックが期待値がすごい高いんですよ、はい、でそれがすごいガイルの強みで、だからやっぱガイルがしゃがんでるっていうのは一種の完成形なんですよ。だから理がすごいある。はい、からやっぱすごい徹底して、じゃあ普通にちょっとやってみましょうか、対戦とか。はい、これちょっと見たいですね、どう変わるのか。そうですね、こうやって打ってくる相手に対してソニックブーム打つのはすごい全然ありですね。
あ、そう、今みたいに立っちゃってるんですよ。ここ立っちゃってる。もう立っちゃダメ。そう、もうすごいシンプルにするっていう感じですよね。さま、おい、うん、おい、よじかい、ガエルっぽい、ガエルっぽい。そうですね、こうやってそうやるとソニックもすぐ生きるよっていう。え、今のダメ、ダメでした。今のもう俺はしゃがんでるよっていう意識があるんで。おいすれいすれ、それつながるんですか。ああ、だから多分サバは出るようになると思います。うん、だってしゃがんでるっていうのをもすごい意識できてるから。そう、バンサーとか強いんですけどね。けど今はこうしゃがみっていう強み、あ、これ今のもサバで言います、をこう感じることが重要ですよね。ウェイ、ね、ウェイ、ウェイ、ぽい、すげえガエルっぽい、ウェイ。おお、おい、すげえ。今のあのヒットボックスじゃないと出ないやつ。ああ、待って。そうなんですよ。おい、そう、今みたいなのが超理想なんですよ。しゃがみ中継打ちながらサマー出てるじゃないですか。はい、これシルバー隊だったら超強いです。これはマジで勝てないですね。もう前も上もカバーしてるから。これやばいな。ほら、今歩きだけしたいのにこれ邪魔なんですよ。これはランク1000ぐらい上がるんじゃないですかね、余裕で。めちゃくちゃ勝ちそうだな。なんかとりあえずこれをできるようになるのがすごい重要で、当然これだけで勝てないですよ。はい、これができるようになるとさらに横の動きを追加するとすごいいいっていう感じで。プライズはもうこれバンストって何か、あ、後ろ台パンス、あ、後ろ台パンか。でこれもバンストで、あ、そう、すごい強いんですけど、まずはなんか気持ち的に立ち状態を作らない、うん、っていうか絶対にサマーを打つ体育、うん、ってやると簡単になるんです、はい、なんで、うん、あ、まあちょっと10分過ぎてこれなんです、あ、はい、はい、なんでちょっとそれを、まあ、あのどっかのタイミングで絶対これプレーだと行き詰まるっていうか、まあ動けなくなると思うんですけど、うん、すごくいいと思います、はい、じゃあしゃがみの状態を常にキープして中足を振っていくっていう、そうですね、 それをやることによってサマーがもう絶対出る、うん、っていう形で、しゃがみ中継の内側来たら小判を打つって、でしゃがみ中継を潰してくるやつにはソニックを打つって、まああと寄ってこないやつにもソニックを打ってもいいですけど、強い、これ強いな、ガイドです。なるほど。まあ、ちなみに、ポイズンやってて一番嫌なのは絶対にしゃがみ、もうただひたすらしゃがんでるやつがきつい、てか後ろレバー入れる必要ないじゃんと思うぐらい、だってまああのポイズンしゃがみタイプがすごい優秀なんで、まあ後ろレバー入れるのがあんま強くないんですけど、そもそも、まあ、しゃがまれる方が嫌だなっていうふうに思います、ね、じゃあ待ってください、これでこのあれかな、コーリンの人で最後かな多分、もうですかね、もうあの8時なんで、あ、そうですね、はい、じゃあこのあと1人は大丈夫ですか、いつもの最後の人、あと1人しましょうか、じゃあ、はいはい、じゃあこのガイルの人が終わって向けてもう1人で一応、もう1人、はい、はい、今日はじゃあ、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、失礼します。このランク帯にこれいたらやばいっすよ、もう、そう、ガイル の、 その自分のキャラの強みって何なのかっつったら、ガイルはあれなんですよ、はい、そう、シンプルに通常弾も結構強いんだけど、うん、通常弾を潰してくるやつに対して有効なのが弾みたいな。じゃあ吹き上げさんで、あの最後で、はい、吹き上げさんでありがとうございます。じゃあ、バイティングエルボーさんはこれはアケレさんですね。そう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 、うん、アケニス、おはようございます、こんにちは、はい、どうも、こんばんは、よろしくお願いします、よろしくお願いします。いやすごい、やってます、お昼は本当にありがとうございました。あの、お願いして、今日何がいいですか。ポイズンでお願いします。じゃあ続きで、はい、あのすごいよ、 やってもらって、そのポイズン、ファルケを俺多分やるんですよ、はい、トパンが、はい、
チャンピオンシップ。これ自分もファルケの方がいいですか？ほん、ああ、ファルケ、もう、今度はね。わかりました。これはと、ね、あの、本当に、本当に、あの、大丈夫です。これはもう、あの、ファルケ側が本当にゲロ吐く組み合わせなので。これちょっと、普通の2先にしましょう。アドバイス。わかりました。でも、普通、もう、でも、聞きたい方は聞いてくださいね。はい。あ、そうで、あの、順番すごいずれたと思うんですけど、ちょっとあの、どうせやるんで。あ、そうか、ごめんなさい。はい。うん、お待ちください。キムさんいつも最初にコメントです。もうちゃちゃっともう7分目で終わりですから。やっぱりこのチャガダイピー結構凶悪っすよね。うん、だからもう武器変えた方がいいんじゃないですか。杖持ってる場合じゃないですよこれ。いや本当に。とりあえずやっぱもう。V トリガーはもう V リバーに全部回していこうっていうスタイルで、今回は。もちろん、その、V トリガー発動した時のやっぱリターンは大きいんですけど、多分、ないときついっていう。あー、これはごめんなさい、ミスった。うわ、それ引っかかる。いや、それ潰されるのはきついんじゃないか。ファルケ弾打ってりゃいいみたいな感じじゃないんですか。いや、弾はね、弾抜き普通に調されちゃう。あ、そうだ。そうですね、弾ヒールとかで下弾抜けられてしまうので迂闊に打っちゃうと辛いっていうのがあって、で、バックジャンプで多分上弾打つぐらいしかちょっと見当たらなかったです。いや、けどそうするとラインが下がるんで、どうせ死ぬ。そうなんです。こうやって画面端背負っちゃうんで、それって良くないのかなって。あ、届かない。安いね。あ、いや、そうか、この距離でもきついのか。はい、やっぱりもうセオリー無視して、本当こっちもなんか近づいていかないといけないのがかなりきついですね。的なやり取り、ありがとうございます。みんな優しい。いいお手洗い行きたかったので、むしろちょうどよかったです。これ言えないですよね。ありがとうございます。いや本当にすいません。あの一文字で僕後ろ下がってしまいましたからね。セブンデッドリブス、ありがとうございます。そういう人間でありたいです。うん、あ、やっぱ基本的にそのまあ自分がファルケ使ってる時って。向こうから動いてくれるんで楽だったんですよ、やっぱり。そうですよね、うん、そういうイメージですよね。そうなんですよ。ただこの勝負だけ限っ、これとメナトとダルシムか、この3キャラで言うとこっちから行かないといけないのが、いや明らかになんかこのキャラ何のために生まれてきたんだろうっていう感じがしちゃうんですよ。本当に人格待ってていいだけじゃないんですかって。すごいな、こんな削られて待ってていいって聞いたのにと思うんですけど、インクリ強いって。そうなんですよ。お、なんか変なんだった。まあこれも、まあ、まあ、あんまりっていう。V スキル2に関してはちょっと今勉強中です。これ強いなけど、やっぱ、あ、なんなんすか、あれはなんか爆発するんですよね、時間で。もしくは、あの杖の先端でつくと爆発するっていう。まああのピオ出した時の火力とかはすごいのに、あ、そうなんですね。お、ね、すいません、自主練をね。まああのあくまでマジか、ね、ブースト装置みたいな感じなんで。お、これもアイスでまたはめられちゃうな。入れてもよかったかもしれないな。あら、なんだろう、こっちとしてはもうどうやって飛びを通すかぐらいしか考えられないんですよね。そうですよね。そう。マジそれしかない。これだと本当にあやったって
って、でここの画面端を絶対に逃がしたくないっていう鉄の意志で立ち回るしかないので、こうなってしまうと、ああ、ね、やべやっちまった、マジでごめんなさい、これだ、切断すか、やべやっちまった、ここだべやね。切断されたのかと思いましたよ。さんざん食らってましたねこれね。いやそうそう、どうしてもあここまで近づけないとなるとね、甘えたくなってしまうんですよね。けどこれパルケ戦をやりたいんで、ちょっとまたお願いしたいっていう、これだって、いやもうこちらこそ、はい、いくらでも来たっていうむしろあれですよね、腕試しに来た感じですよね多分ね。そうですね、ちょっとお昼やられて、ね、ちょっとどう修正しようかって反省してここに来たんですけど、そうそう、ね、まあすごい時間かかると思います修正、ここはちょっとおとなしくホンダを使わせていただきます次やるんだったらホンダで、本当に多分ファルケやポイズン勝負しますってなった時に、もうファルケとホンダっていう選択肢があったら間違いなくホンダを選ぶので、うん、やっぱり無知とかもゲージがあれば、無理やり EX 頭突きでも押せるし、発汗でも結構嫌ですから、いやむしろじゃあまたちょっと入ってきてくれたら、ホンダちょっとお願いしますわ。はい、いやどうもこちらこそ、どうせありがとうございました。お願いします、またよろしくお願いします。いつもありがとうございます。あ、じゃあ前サフランさんと、はい、あ検索の仕方とかね最初わかんないっすよね。今日はね、なんかオープニング飛ばしたみたいな感じなんですいませんね。しかも今日あれですよね、オシエルアカウントでやってるから、ID がたまたまじゃなかったんですね。これもちょっと次回、はい、はい、あ、これは入ってきてくれてるのかな、うん、キャラクターとかなんか指定があるなら、こんにちは、こんにちは、キャラクター、もしコメントが、コメントでも大丈夫ですからね、キャラクター指定を、はい、何かありますか、聞こえますかね。多分今入ってきてくれてるんですけど、ディスコードに、はい、まあ、声の方がね、まだマイクが、そうですね、こんなにずいですよね、できてない感じです。龍になっちゃうよ、龍に、はい、龍になるよ、龍でいいですかね、龍、まあ、もはやもう龍以外多分もう無理ですよ。いやまだまだけ近い、近かった。はい、多分マイク設定がそう、うん、まあ、結構ね、むずいっすよね。サフランさん、うん、はい、あ、もしもし、あ、もしもし、つながってよかったです。あ、よかったです。いるのは分かってたんで、あとは多分設定なんだろうなっていう、はい、ではまあちょっと普通に対戦してみましょうか。剣龍じゃなくて剣、自己剣ホームページ見たら確かに自己剣ホームページをオンライン用にちょっと書きます、そうですね、うん、あー、そっか、あれ起きたもんね。お、お、あれ、お、お、お、ユリアンってすっげーキャラ強いんですよ、うん、けど、めちゃくちゃ初心者向きじゃないんですよね。難しいんですか。むぜ、むずいってより強い技が覚えるまで、これとかすごいやっぱ結構難しいんで、エイジスの使い方とか、
いいね。ね、ちゃんと技を打ってる感じ。すごい体育。こんなんの。お。二回目は。いい。あるか。上はね出るんですよ。うん。でも。うん。これでスパブローですか。うん。たぶんできてる。なんか高いな。普段困ってることとかってありますか。普段あれ。体今パッドでやってるんですけど。はい。体育ボタンが。そうですよね。向けて、はい、人差し指を R2 か L2 しか抜かないと、うーん、こっちのボタンしか出せ。はい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 、なるほどなるほど。あとあえてだそれでダウン取られた後にとか合気とかで、はい、めくりでもお店でもいい、中キックで、はいはいはい、空中キックでとループされがちで、ああ、とこういう感じか。はい、そうです。あと大キックかなんか、これですか。こういうこの街がどうしようもない、僕がやりたいことが、はい、あ、負けまくっちゃうみたいな。小キックで投げるか、はい、それがリパンチ当てるか目標にしてるんです。はいはいはい。それに対してとかで待たれた、どうし、はい、あ、こうやって置かれると嫌だよみたいな感じですよね。そう、なるほど。あ、じゃあまずなんか一つずつ、多分クリアしていった方がいいなと思うのは体育ですよね。うん、体育は、はい、何のボタン、あ、何で体育します、かかと、体育は、表は、やりたいんです。うん、これ減るんですよね。これをまだ始めフリープレイで始めたばかりで、あー、はいはい、むずいですよね。あー、なるほど。他のキャラのブことが違うという。うーん、そうですよね。あと、あれですね、弾を打って、はい、その時に飛ばれて、あ、対空間に合わないみたいな。まあけど、そうっすね、弾を飛ばれた時はの対空は正直どうでもいいかなっていう、まあ、出ないもんっていう考え方がよくて、まあ、読み分けたから、まあ、出せないって感じなんですけど、対空は、しゃがんでると出やすいですよ。そう、しゃがんだ状態だとしゃがみダイパーすごい簡単になります。なんでしゃがんどくと、ユリアンはちなみにしゃがむの結構強いんですよね。はい、ユリアンもしゃがんでると出る技が結構増えるんで、そうですね、しゃがみ、そう、これができる。ユリアンね、対空強い弱いシリーズなんです。当てるのは難しいですか。そう、あの、むずいんですけど、めちゃくちゃ減るから。めちゃくちゃ減るんですよね。めちゃくちゃ減るから結果的に強いのと、距離でコンボが変わるたりとか、むずいですよね。上玉がいいっすね。しゃがみ台パン、上玉、あ、しゃがみ台パンってやって上玉、これで、これも今あのヘッド出ちゃうじゃないですか。でこれちょっと距離でと、あの、溜めるのを変えたりとかで、しゃがみダイパンからヘッドが出ちゃう理由って、波動拳が上にレバー入れるとヘッドが出るんですよ。ああ、なるほど、下溜めになっちゃうってことですね。そうですよ。で、はい、初心者って結構レバーをこうぐるって回すんですけど、うん、レバーを絶対に横で止めないといけないんですよ。あ、みんな、あの、他の人とかってみんな適当にこう弾くじゃないですか、うん、そうすると漏れなく弾じゃなくてヘッドが出るんですよ。へー、かわいそうですね。かわいそう。だからユリアンは結構、ね、あの、上級者も意味ないところでヘッド打つ人がいるんですよ。 あれって弾を打とうとして見せてるパターンなんですよ。なるほど。弾を打とうとしたのにレバーが上に入っちゃって。あ、そうなんですね。そう、あの、コマンドが一緒なんですよ。コマンドが一緒で、偉いのがヘッドだからヘッドが出ちゃうみたいな。偉いのか、はい、そうなんですよ、あの、優先順位の問題でコマンドが噛み合った時に偉いのがヘッドみたいな。まあ、みたいなのがあるんですけど、まあ、確かにしゃがみ台パン対空打てるといいなと思います。で、対空はしゃがみながらがいいんですよ。いや、でもなんかもうタイミング掴んでる感じ、うん、で、こうめくりが出ない、
すよね、こういうの。まあ、かかとにすればいいんですけど、俺は、全部しゃがみ台パンでいいんじゃないかをしたい。かかと体育、まず重要なのは、2つの体育を、このブロンズ体で用意すると、あまりにも難しい。から、まずはしゃがみ台パンを出せるようにすることがすごい重要で、で、前ステップで出すっていうよりは、後ろに歩いて出すっていうのがすごい重要。まあ、よくあるのが、こういう感じで飛んでくるパターンがあるんですよ。あ、そうです。あの、中キック当たらないぐらいの距離で。そうですよね。うん、で、たまうと音よく。そう。で、なんか技があるとしたらレバー後ろ入れててもらっていいですか？そうそうそう。あ、そう、レバーみたいな。そうそう。で、これだったら対空出るんですよ。あ、落とせそう。あ、いけそう。ちょっと遅いか。あ、遅いか。これだと落ちる。うん、あ、その自分からこう離れることによって対空が出てるんですよね。出てる。なんで基本的には全部しゃがみダイパー対空が良くて、で近いから出ないんですよ。だから離れればいいです。でちなみにユリアンは離れるのすごく強いです。EX タックルがあるんでやっぱすごく強いんですよね。なんでユリアンはレバーを後ろに入れるのすごいおすすめします。まあ EX タックルとか、まあこうやって、まあ、強タックルとか打ってもらっていいですか。下がってるユリアンに対してこう寄ろうとするとこうやっぱタックル食らうんですよね。だからこうやっぱ歩きたくなくなるっていう。だから下がってるのはすごい強いんです。でそれもあるし、飛んできた時にこう対空が出るんですよ。下がってるから。今対空。あ、出ます。全然出ます。で逆に待っててもらっていいですか、その場で。はい、動かないであんま。そうすると対空出なくなるんですよね。あ、出ない。出ないっていうのは、まあ、しゃがみダイパー打ってもらっていいですか。こうスカッちゃうんですよ。こうやって。だからこういうとありますよね。レバー後ろに入れておけば大丈夫です。もう今から。そうすれば対空出ます。そうっすね。しゃがんでるの超強いんですけど、しゃがんでるとこうやりやす、いや、あの、やられやすいってのがあるんで、ユニアンってすごい難しいけど、こう後ろレバー入れることによってやっぱ対空が安定するんで、こうそうっすね、今安定してますよね。こうしゃがんでたら安定しないんですよ。ああ、はい、なるほど。でこうやってそう下がりながらやって飛んでこないんだったら、弾打ったり EX タックル打てば、それだけでユニアンっぽくなるんですよね。あ、これ強いよ。だから負け方が多分ジャンプ攻撃だと思うんですけど、それもケアするし、さらに追の選択肢もちゃんと持ってるですよね。弾を打つ、下がって相手が歩いてくるんだったら弾を打つ、まあタックルを打つ、ユリアンがやることがあって。そうなんですよ。だからレバーを後ろに入れるっていうのはやっぱすごく、あの、攻守ともに悪くないですよね。で、まあ、こんなに離れるんだったらしゃがんでていいですよ。こんなに離れる意味ないんで。要するにここはやばいんですよね。そうそんな感じ。ここは危ない。まあそうですよね。ここしゃがんでてもらっていいですか。これ今しゃがみ台パンこれ出ないんですよね。だからこういうところの時は一応ユリアンのあんま強くない距離だって思いながら後ろレバー入れる。そうすると対空出るよねっていう。だからもしかしたらその戦う距離をここって定めるといいのかもしれないですね。こういうところ、これぐらい。そうするとそう結構分かりやすいで、近いなと思ったらもうこう下がっちゃって。じゃあ画面端の時は普通目立った方が、画面端ってだからきついんですよね。はい、あの、自分で距離調整できないから画面端ってすごく弱いんですよね。けどユリアンは EX タックルがあるんで、ちょっと EX タックル打ってもらっていいですか。めちゃくちゃ運ぶんですよ。あ、運ぶな。そうです、もうここまで行っちゃってるんですよ。でまた下がるんですよ、またで、こっち EX タックル警戒しながら一応移動するんですけど、またこう EX タックル打ってもらっていいですか。やだ。でもこうなるんですよ。つえ、だから他のキャラって割とレバー後ろ入れにくいんですよ。けど、ユリアンは入れてもかなり大丈夫です。あ、
で、あとあのしゃがみながら上台形とかもある、膝こういうのもあって、こう入れ地が変わるとかもあるんで、割とまあなんかそう豊富ではありますね。うん、なんで離れてしゃがみ台パン打つのをちょっと意識するといいかもしれないですね。あ、でこれはあの初心者講習です、はい、そうなんですよね、これ初心者講習なんですよ。だからもうこれをね、だってフリップから始めてるんですもんね、うん、あ、いいっすね、こう後ろ下がってるからこう体育かかとはいらないです、うん、一回シンプルな体育にした方がいいですね、一つ、うん、そうですね、はい、あー出てる出てる、おー出る、めっちゃ出る、出る、でも気分で EX サックル打つともうやれるとより、うん、ありがとうございます。いや、これも強くなりそうですね、サポナーさん、なんかやっぱそのシンプル、さっきのガイドもそうなんですけど、うん、いろんなことをまずはやんないくていいかなと思っちゃう、うん、一個土台を作る感じですね、うん、まあそうすると対空しやすくなるんで、お、なんか対戦ですか？え、あ、これ終わりで、これで終わりで、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、またお願いします。自己研のサイトのレシピは切れてる？動画のリンク切れてる。動画か。ああ、え、動画ってありましたっけ？動画ね、あの自己研のそのやった回の配信の何分から見たか見てるんですよ。なるほど。ああ、あ、お願いします。あ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。なんかあれですよね、あ、キャラクターは何がいい、ポイズンでしょ、キャラクターは。そうですね、コマ投げ持ってる3本 V トリガー持ってるキャラで、コマ投げ3本トリガークイズみたいな、え、ザンギとかさ、 あ、そうですね、ちょっとその、あ、バーディーだ、コマ投げと V、その3本トリガーの V リバーについてちょっと伝えことがありまして、あ、じゃあ、あの、じゃあバーディーにします。ちゃんと持ってます。あ、お願いします、はい、アーカイブの動画はいい、それが1、そうですね、これちょっと見てみますね、もしかしたら復活できるかもしれないんで、これはじゃあ普通に、対戦すればいいですか、はい、それともなんか、最初から教えるっていうか、その分からないのを答えた方がいいですかね、そうです、そっち、後者でお願いします。わかりました。じゃあどういうあれですか、質問だ、コマ投げキャラ使ってて思うのは、その通常投げとコマ投げの使い分けっていうのがちょっとよくわからなくて。ああ、はい、なるほど。そう、まあ、最後の締めとかでは、まあ、通常投げが、まあ、安定だし、みたいな感じで使うことは多いんですけど、うん、やっぱ、そこ以外の場面での通常投げとコマ投げの使い分けっていうのは、やっぱり、いまいちよくわからないんですよね。そうですね。まあ、通常、コマ投げって、まああれですよね、はい、運ゲーですよね。そうですね、あの当たるか当たらないかですよね。はい。で駒投げは引き分けが存在するじゃないですか。通常投げは、まあ、あ、ごめんなさい、通常投げは引き分けが存在してて、駒投げはまあどっちか当たるっていう基本、はい、どっちかダメージを食らうっていう感じなんで、リスクリターンみたいな感じですよね。そうですね。ちなみに駒投げ同士が勝ち合った場合ってどうなるんですか。同フレームだった場合は、同フレームだったら運だったはずですね。あ、じゃあどっちかが勝つ。そう。投げと駒投げも確か運だった記憶あるな。あれ、投げと駒投げって駒投げが勝つんだっけ？確か、同フレームだったら運だったはず。あ、そうなんですね。あ、もしかしたら違うかもしれないですけど。で、まあ、じゃあ俺がどう駒投げを打つかの知識なんですけど、まあ、ミカ、ね、やっぱ駒投げはグラップする人に対してやっぱすごい強い。でグラッあと、駒投げを打つんだったら次の選択肢の打撃をあの痛いのにした方がいいんですよね。例えば駒投げと投げの、駒投げと打撃を2択かけるじゃないですか、はい、駒投げはと打撃のその打撃を弱攻撃にすると駒投げが弱くなるんですよ。だって逃げてないんで、だから食らっても打撃でしょってなるんですけど、駒投げとしゃがみダイパーの2択になると駒投げの価値が上がるんですよ。駒投げよりっても痛い、そう、打撃の方がいい、むしろ打撃の方が痛くなるから、あ、それがすごく大切で、通常投げは、通常投げが基本的にやっぱ安いんですよ、打撃より、はい、だから別に食らってもいいやってなるんですけど、駒投げはやっぱそうじゃないですよね、放置結構ダメージもあるんで、
あのできないっていう風にはなってますね。だと、駒投げはゲージが増えるっていう考え方もあります。ああ、確かにいっぱい増えますね、駒投げだと。俺は、EX 勝利打ってきそうだなと思うときは結構駒投げ重ねちゃうんですよね、逆に。そうなんですか。EX 勝利打たれると思ったらですか。打ってくるかどうかって分かんないじゃないですか。はい。けど、駒投げ打ったらこっちゲージもらえるんですよ。当たんなくても。ああ、そう。勝った時のゲージの量が。読み負けても勝利受けで終わるんですよ。駒投げリスクが高いのって、バックステされて打撃食らうとか、垂直ジャンプされて痛いことも食らうとか、確かにその発想はなかった、ね。なるほど。だから、昇竜拳来そうだなって思ったら、で通常の量つとゲージもらえないんですよ。そうです、スカルだけでもう何もないんですね。そうです、ちょっと大パンダブルともらえないですか、なんか。大パンですか。あ、そうです、勝ってちゃおう、勝っちゃいなんで、逆に俺は、その相手がスタンしそうな時とか、めっちゃ昇竜で切り返しそうだなと思ったら、おもむろに困れるって打ちんじゃん。なるほど。確かに。俺はかなり、そうそう。参考になりました。なんで、相手に産地がこう溜まっててゲージがある昇竜キャラとかだったら俺は通常投げ重ねるより駒投げ重ねた方が、うん、結構もう期待値も込みであるなっていう、うん、なるほど、確かにスタンさせても美味しいし食らってもそんなに痛くないっていう、うん、そうでゲージも増える、うん、ゲージ増えるのはやっぱ結構なんか理としては結構なんか、うんうん、いいなって。で駒投げってやっぱ運ゲーなんですよ。はい。で運ゲーをじゃあどうやったら運じゃなくするのかっていうのが考えだと思うんですけど、だ俺みたいにやっぱずっと使っててやっぱそういう思考になりましたね。 なるほどなるほど、すげえな。そっか、言われてみると確かにその通りですね、うん、あとまあ通常投げと駒投げってリーチが違うんですよね。はい。例えば、ガードしてもらっていいですか。まあ、なんか声届かないですよね。はい。あ、もう EX にしようけど、あの駒投げだったら届くんですよ。はい。なんで駒投げの場合は打撃を2回刻めたりする。アビもあったりはすると思う。ああ、けどなくなったのかな。バディはそうですね。こうこれと、まあ、こういう感じで、これ通常技だとやっぱ通常投げだと届かないんで、うん、そう、うん。これもやっぱすごい利点ですね。投げ前が広い。でアビゲイルは、うん、EX コマだけ多分超優秀な方なんで。そうね、めちゃくちゃ強いですね、アビゲイルは。てか、あの、2分1で死ぬってやばいんですよね。そうね。引き台入って、シャガ、トリガー発動したのもそこから2分の1ですね。2分の1で死ぬんで、たらまあ、相当優秀ではあるんですけど、だから勝率っすよね。その、例えば通常投げ当たっても相手が死なないじゃないですか。はい。で、駒投げ当たったら勝てるじゃないですか。はい。で、あと、その考え方なんですけど、自分の体力がドットの時は駒投げの価値が高いです。ああ、要するに リスクリターン的な。そうなんですよ。多分相手のゲージがマックスで、自分の体力が4割とかだと、垂直されると死ぬじゃないですか。はい。そうすると駒投げの価値が下がるんですよ。でも通常投げ、そのドットだと別に通常投げ読まれ、呼ばれた場合も、駒投げ呼ばれた場合も。まあ、どっちしろまあ死ぬかもしれないし、何よりやっぱり、駒投げっていうのは痛いの食らうからリスクが高いんですよね。うん、どうせ死ぬんだったらそんなリスク下がるんですよ、むしろ。そうですね、確かに。なんで、その、アビゲイルの逆転で駒投げと打撃の卓ですごい強い理由はそこなんですよね。その、うん、その卓が常に強いってわけじゃないんですよ。自分の体力が少なくてやるのが強いんですよね。なら、例えば、うん、トリガー吐きます、まあ、トリガー吐いて体力8割ってありえないですけど、トリガー吐きます、体力8割あります、はい、相手の体力4割あって、まあ、どっちか当たれば死ぬって時あるじゃないですか。はい。その時は別に駒投げする必要ないんですよね。もう安定の打撃タク。そう、あの、駒投げじゃなくてもどうせあの勝つ可能性が高いから。けど自分の体力1割、相手の体力半分、どっちか取ったら死ぬって時はめちゃくちゃ強いんですよね。だって勝率 50% なんですよ。普通に戦ったら、なんか 20% とかしかないのに、いける 50% 得られるんですよ。それってすごい強くて、だからそういう感じの、うん、考え方があるといいんですよね。なるほど、かなり参考になります、駒投げ使い方。そうそう、あの
持ってると選べるんですよ、こっちが。ここで駒投げすると勝率 50%、 ここで駒投げするとしないと勝率が下がるとか。だから俺豪気とかミカで駒投げ超打ちにいけます、体力リードしたから。理由はこう戦ってるじゃないですか、はい、こう置き攻めします。でこれ当たったら勝てるんですよ。それって 50% じゃないですか、はい、駒投げ打撃だと。けど俺離れたら 49% だと思ったら駒投げ打っちゃいます。ああ、もうそう。天秤が自分の方が低い方に傾く場合はもう駒投げ打った方がいい。そうっす。50% って運ゲーなんですけど、うん、立ち回りに戻って相手がゲージがあって、勝率が 49% 以下だったら、50% の方が高いじゃないですか。うん、そうですね、確かに。めちゃくちゃ理にかなってるんですよ。だから相手の組み合わせとか見て、下がったら 51% あるなと思ったら駒投げ打たないんですよ。だって下がった方がリスク、リターンがあるから。けど、通りそうだなと思ったら当然打ちます、はい、うん、その辺はやっぱりちょっと若干嗅覚みたいなところもある。うん、まあなんかこう例えば打撃を10回重ねて11回目はさすがにガードでしょとか、まあ、でそれでなんか避けられたらこれもしょうがねえなみたいな納得性のある時もあるんで、うん、けどやっぱその駒投げ 50% っていうのは逆に言うと勝率 50% で離れたらもっと下がるときはやっぱ打った方が俺はいいなって思っちゃいます。なるほど、うん、まあこれもやっぱ考え方ですよね。そうですね、その辺の考え方が全く自分の中でなかったんで、いや本当にもう完全に 50% な考え方しかなかったそうですよね。特にアビゲイルとかだともう左当たったトリガーの 50% どっちかな、うん、みたいな感じの印象しかなかったんで。めちゃくちゃ難しい考え方だとは思います。これ今話してる内容とかも。俺もたどり着くのにやっぱ結構時間かかりましたもんね。そうですよね。そうですよね。ただ、強キャラと戦うとそれたどり着くんですよ。多分ユリアンとかもそうなんですけど、ガエルとかもそう。離れた時に、なんかめちゃくちゃきついんですよ。ガエルとかも離れて、コパソニック発動、コパンソニック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 とかで中央に戻されて、いやこれ近寄るのにこれねこれ勝率低くないみたいになるんですよ。だったらもう 目つぶって投げ重ねた方がいいなと思います、うん、投げだけ重ねて終わらせた方が勝率高いなっていう。圧倒的にそういう、うん、こっちの方は高い方を選んでいくっていう話ですね。そうそう、駒投げでそこは、自分のアビゲイルと自分のキャラ対策の深さでまた変わってくるんですよ。なるほど。離れても自信があるんだったら駒投げはする必要ないです、うん。わかりました、うん、はい、離れて勝てないなと思ったら全然打っていいっす、うん、なるほど。本当になんか完全な2分1の考え方だけだったんでかなり参考になりました。そうですね、だから2分1 50% っていうのが思ったより価値があるぞっていう考え方ですよね。なんうんうんとかじゃなくて、はい、なんで、まあ、ちょっとそこも観点に入れてこれわかりました、頑張ってみてください、はい、ありがとうございます。いや、まるでなんか、ちょっと感動的な感じの話だったんで、うん、本当確かに、ありがとうございました。深い、ちょっと深すぎたかもしれないです。いや、すごいいい質問でした。うん、こんな考え方してるんだな。あ、これね、ゼットパヤオさんすいません。今日ね、吹き上げさんでおしまいだったんで、すいませんが、今日は申し訳ないです。じゃあ、ありがとうございます。失礼します。俺の理屈ゲーマーですからね。いや、さすが。あ、今できてました。あ、大丈夫ですよ。はじめまして。フリップから始めた元マキオン勢です。よろしくお願いします。マキオン勢で。じゃあ、結構、俺がガンダムやってる時コメントもくれた感じ。あ、はい。そうですね。あよく、ミグダム見に行ってます。おやる。じゃあ、なんかやってほしいキャラとかありますか？そうですね、自分の基礎力を上げるために、うん、どんな感じのことをしたらいいか測っていただきたいんで、キャラ体っていうよりも、はい、自分の今の実力を測りやすいキャラクターで、やっていただくとありがたいです。なんか対戦してるのって、やっぱり竜とかですか？ああ、そうですね。一番多いの多分影かな？ああ、ちょっと影か。まあ、竜にします、じゃあ。あ、はい、お願いします。はい、これやっぱその実力もやっぱ分からなかったで終わるじゃないですか。ガンダムとかもやばいじゃないですか。
そうですね。もうなんか格闘機とかにボンバン来て分かんなかったとかで、それ実力結構測りにくいんで、竜はやっぱそういうのでも結構測りやすい、なんか超オーソドックスな感じなんで、はい、測りやすいかなとは。お願いします。あ、小山さん、すみません。あ、すみません。はい、ちょっと今日はいっぱいでした。ごめんなさい。いつもよね、結構早く締めるってかありますけどね。大体まあ8時ぐらいで締めちゃうんで、すみません。ぜひ8時ぐらいまでに来ていただければと思います。完成。金魚みたいなポジションしてる。あ、確かに。金魚コス。リボーンズガンダムちょっと意識してるんですよ。そうなんですか。そうか、巻き読み。けど、フリップからってシルバーは結構やってますね。あー、そんなに実はやりたいんですけど、1日2時間ぐらいしかやれないんで。いや、十分ですよ。1日2時間やったら、なんか、東大とか入るらしいですから。偉いよ。考え方が偉いんだよ。すごいな。まあ、1日30分は忙しくても必ず取り戻せるようには。偉いよ。それめっちゃ偉いです。あのなんか梅原さんの放送見たら、はい、1日5分でもいいから対空練習すればいつか出るようになるみたいな。あ、まあまあ、そうですよね。とりあえずそういうことだけでもやろうと思って、うん、これは強くなっちゃいますね。もう対空出てないぞ。厳しいな。対空出てないな。これはお前。あ、落ちた。なるほど。いや、なんか結構レバー操作がガバって、なんかその二中継出すつもりがあの中断出ちゃったりとか。ああ、そうっすよね。いや、俺も逆にあのガンダムやってて格闘ゲームの癖で超技暴発するんですよね。だから結構違うんですよ、ルールが。あ、そうなんですね。だから格ゲーってニュートラルに戻すのが結構多いんですけど、あ、ちょっと教えますね。けどガンダムは思ったらレバー入れっぱにした方がいいとかあって、ああ、そうですよ。あの、まあ、もう根本違いますね、じゃあ。だからめっちゃミスるんですよ、俺ガンダムやった時。その、あのニュートラル入っちゃうから。入っちゃうから。うん。そこら辺がすごいやっぱ難しいなとはあるんで、まあ、操作に関してはやってりゃ慣れるとは思うんで、まあ、あの最初は苦労、そこはするかもしれないなとは思いますね。で、なんか、ジャンプに対してジャンプとかやってたと思うんですけど、はい、やっぱり結構どっしりするのがいいと思いますね、基本的にはね。特にチルキーとか、ジャックキー強いっすよ、うん、そうっすね。なんかチューリー の、うん、あの使ってる人の説明みたいなのから、はい、弱形と台形で距離が違うみたいなのは見たんですけど、はい、ちょっとそれがいまいち自分の中で分かってなくて、まあ、そうですね。この天空脚の方が判定強いからこっちメインにしてたんですけど。それって後ろ台形ですよね。はい。レバーを入れる対空って基本的に難しくなります。あの難易度がめちゃくちゃ高くなると思った方がいいです。特に後ろ台形ってめちゃ、すごいむずいですね。で弱形は簡単です。あのレバーを前に入れっぱでも後ろに入れっぱでも出るから。ああ、なるほど。あの変な話、飛んだ瞬間に弱形押せばいいんですよ。けど、こうレバー入れるじゃないですか。飛んできました、ボタン押しますっていいんですけど、飛んできましたレバー後ろに入れます、ボタン押しますなんですよ、後ろ台形って。で過程が1個増えてるじゃないですか、レバー後ろに入れるって。こう飛んできたからレバー後ろに入れて台形って、それって1フレ遅れてるように感じるかもしれないですけど、あ、そうですね、実質めちゃくちゃ遅れてます。もう1じゃ済まないですよね、うん、もう5フレ以上多分遅れてるんですよ、うん、もうただボタンを押すだけじゃなくてレバーを後ろに入れるっていう要素が入るだけで、あのフレームってすごい遅れちゃうんで、だから判断が難しくなる、うん、で今日はすごく多いなと思ったんですけど、まあ、初心者なのに対空を使い分ける、俺はこれはやっぱまずはなくていいかなと思っちゃう、はい、
すごい一つにした方が簡単なんで、でキャラクター対策で体育を使い分けた方がいいんですよ。なるほど。まずは体育を絶対出せる、でそっから出ない相手がいるとか、そういうやつに対してこの引き台形を使おうとかいうような順番なんですよ。あ、なるほど。なんで俺はまずは弱形でいいと思います、ね、しかも弱形で大体終わるんですよ。あの こいつの弱形すごい強いんで、うん、体育してもらっていいですか、弱形。まあ相打ち結構なりやすいですけど、うん、でニュートラルじゃなくてもいいのがでかいですね。レバーを右左右左 やりながらやっても、もう弱形押せばいいんで、とりあえず。あ、なるほど。でもっと近くても多分出ますよ、弱形。うん、落ちる。むしろ弱形かなり落ちる。もういい。むしろ弱形の方が、強い組み合わせあります。ミカとか、ラシードとかも、あの弱形の方がいいっぽいです。なんで、とりあえず弱形やってみて、なんか弱形の相性悪いなと思ったら、台形、後ろ台形も試してみようかなぐらいの感じ。弱形でいいっす。とりあえず弱形。理由としては、なんでダメなのかっていう答えが出てない可能性があるあって変えるから。あー、なるほど。その自分の反応が遅れてただけだけど、あ、そうです、ボタン押してもらっていいですか。あ、危ないです。あ、そうですね。で、例えば、しゃがんでてもらっていいですか。で、ジャンプ中継打つんでジャッキを押してください。そう、これダメじゃないですか。あー、で、しゃがみながら、後ろだけ打ってもらっていいですか。これ出るじゃないですか。はい。要するにめくり攻撃の時は弱形ダメなんですよ。あ、なるほど。でめくり攻撃の時は引き台形がいいんですよ、うん、っていう対処で、さっきもやってたんですけど、じゃあそもそもめくられないように後ろレバー入れればいいんですよ。あー、なるほど。そうすると別に弱形で対空出るんですよ、ね、そう、あのレバー前入れないで、そう下がってれば、そうそうそう。特にチュンリーって足速いんで、あ、今レバー前入れちゃってるんですけど、もう普通にもっと下がってれば絶対めくられないんで、あ、対空で出る、あのめくりにならないんですよね。あ、そう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 、みたいな。でしゃがんでてもらっていいですか。しゃがんでるとダメなんです。だから別に引き台形にすることだけじゃなくて、自分からこうめくられないようにこう距離を離せば弱形でも落ちるんで。なるほど。そのだから弱形でいいなと思うんですよね。うん、引き台形じゃなくても別に解決はできるっていうのもあるんで、うん、上が一回通るとでかすぎるんですよね。そう、なんかとりあえず落とすっていうことなんですよ、うん、この判断ミスで食らっちゃうと痛いんですよね。だけどね、弱形ね、弱形でちょっとシビアなんですよ、タイミング。難しそうだなと思いました、うん。引き台形の方が全然むずいっす。あ、そうなんですね。あとやっぱ弾とかもすごい強いですよ。うん、で弾とかの時に、はい、打った後、あ、飛ぶんで対空してもらっていいですか。あ、分かりました。これ弱形じゃないと多分落ちないです。これ、これ、これは立ち弱形ですね。あ、もう早いですね、もっと。そうそうそう。で、これ引き台形にしてもらっていいですか。これね、キャラによるんですけど、あの弱形だったら大丈夫だけど引き台形はダメってパターンもあるんですよね。こういう弾を飛んだ時に、もう一回弾打ってもらっていいですか。いいですよ。間に合っちゃうな。間に合っちゃう。俺のスーパーハンドでこれで台形対空してもらって。はい、おい、スーパーハンド。あ、無理そうっすね。じゃあ台形で対空します。あ、ちょっと、あ、間に合ってる。なんで間に合っちゃうんだろうな。でも今は多分、ま、間に合ってないですね、うん、まあ見て、うん、体育しっかり、うん、あとはあのゲージを使うの偉いっすよ、このゲーム。ああ、そう、
今なんか、さっき本当に攻めてきてなかったんですけど、一応、中足 EX 百裂は仕込むようには。ああ、そうっすね、いいっすね。マジっすか、すごいな。さっきだいぶスピーカーに化けちゃいましたけど。ああ、そう。これも、レバーを上に入れるとダメなんですよ。ああ、さっきのベガと一緒です。そうなんですよ。ユリアンか。ユリアン、上が偉いんですよ。あ、EX 気候圏も強いですよ。立ち回りで。うん、ここで今打つの。ああ、このぐらいの、あ、じゃあ、このぐらいの距離と、うん。EX 気候圏。で、ステップ。みたいな。ガードさして、で、これで揺れ、自分が有利なフレーム取れるんですよね。なんで、チュンリューは結構ゲージの使い方があって、まあ、さっき見たしゃがみ中継から、EX 百裂打ってコンボを伸ばすっていうのもあるし、あと立ち回りで EX 気候圏打って有利フレームを取れるっていうやり方もあるんで、すごいゲージの使い方は、まあ、いろいろある方なんで、まあ、どんどんゲージは使っていった方がいいなっていう。あとやっぱ対空打った方がいい。あとは立ちタイパンとか超強いですよね。あ、そうですね。このキャラのメインで。だから対空出ないといけないんですよね。うん。でもチュンリーはね、ほんと対空、ジャンプタイパンとかすごい強くて。あ、そうなんですか。超強いです、ジャンプタイパン。あ、そう、空中か踏めるやつですか。いや、ね、表裏かかるんですよ。で最終的にはジャンプタイパン対空になります。マイジャンプタイパン。そうなんですね。あの、この足めっちゃ落とせる。こうして優秀ですよ、なんかもう慣れてる感じですね、うん、よし、まあそんな感じで、はい、ちょっとありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。大工頑張ってほしいです。はい、ありがとうございます。はい、そうです。またお願いします。はい、失礼します。ありがとうございました。そしたら次はそうですね、もうシルバーでも仕込んでるって言ってましたね。まあけどそうっすよ。だって俺 ブロンズ台に仕込み教えてますもん。うん、初心者配信なんですかって来てましたからね、うん、初心者でしょう。初心者なんですよ。もみじ紅葉さん、いい名前ですね。ありがとうございました。ねへいさん、はい、みーひーさん、ねひーさん、じゃあすああ、あ、来ます来ます、お願いします。来ますよ、よろしくお願いします。音量大丈夫ですか。あ、大丈夫です。よろしくお願いします。指定キャラみたいなありますか。キャラですか。困ってる。キャラの前にいくつか選択肢があって、はい、おお、ゴーキか竜かバイソンかアビかザンギがいいの中で。あ、じゃあ俺が選ぶってことですか。じゃあ、ゴーキとかにしましょうか。ゴーキだったら、僕、うろうろしながら膝打たれるのが、あー、いいですね、あー、なるほど。何したらいいか分かんなかったんで。そう、ありがたいよ、それは。あー、それはむずいんですけどね。強い、その、強い技に対しては、強えとしか言いようがないっていうのもあって、まあ、ちょっと対戦してみましょうか、じゃあ、ちょっと。よろしくお願いします。お願いします。これメヒーさんと読むんです。なんて読むんですか、アイディを。メヘで。メヘさん。メヘさん。メヘで。ゴーキ その自己研のレシピとかもう膝しか膝打てってずっと言ってたもん。火力があるんですよね、膝。あと反転も強い。おお、ちょっとね、いいっすね、メヘさん強い。うえぇ、うまい、できる。あぁ、
おお、よく落ちた。ゴールドやばいな。これね、あるんですよね。やめ。立ち上げしね、これ悲鳴出ますよね。それはないでしょ。さすがに。結構テクイテクイ。正直ダイヤシガードとか妙剣ためなしガードに格判もらってるだけでも結構。確かに俺も当然やったことが全然ないんで、まあどうせかくるんだろうなと思って。ます、うん。そうですね。いやけど膝。膝の対処なんですけど、けど普通にやっぱやってうまかったなと思いますね。それはまあ膝はあの避けようとしてたんで、とりあえずあの膝ガードした後に弱灼熱でダウンを取って置き攻め食らうのも嫌だし、とりあえず膝には何もしないことを心情にしてるんですけど、あのでも豪気他にもいろいろあるじゃないですか。あの100そうですね。一応じゃあ膝だけ見た絵、今殴れるかどうかやってみます。差し返すっていうことですよね。そう、しゃがずっとしゃがんでもらっていいですか。で、はい、膝が来たらしゃがみチューパー打ってもらっていいですか。はい、 いやしゃがみチューパーは無理じゃないですか。じゃあしゃがみチューパー無理か。タッチチューパーいけるのか。タッチチューパーは多分おお。あー、けど毎回打つたびにこれかくってるんで、あのそう認識しないでタッチューパン打つのは結構ありかもしれないな。あの嫌な技に対してすごい重要なのは痛いの当てる。これ間違いないんですよ。間違いないです。痛いの当てると打ちたくなくなるんで、正直ガードしないようにやるってあるじゃないですか。あんまり対策としては強くないですよね。だって押されたら下がるじゃないですか。はい、だからもうそれだけでも膝が超機能しちゃってるんですよ。膝は食らってないけど結果的にラインが下がっちゃってるんで、それって膝強いじゃん、まあ、なんで差し返せる距離にずっといとくっていうことですか。膝を振ってくる相手にはし、あの リターンが例えばしゃがみ台系振ってたと思うんですけど、正直、はい、まあ安いから俺はいいかなと思っちゃうぐらいです。食らってもよりやっぱり中盤転向とか打たれる方が打ちにくくはなるのかなっていう。例えばじゃあゲージ1本食べてもらっていいですか。まあ、ちょっとレベルが高い話かもしれないですけど、嫌な技に対しては痛いの入れるっていうのがすごい重要で、中盤EX オロチを仕込むとか、はいはいはい、仕込む。そうですね。中盤 EX そう。あとかやると、あの膝が打ちにくくなるんですよ。あの期待値が高くなるから。その発 EX オロチ仕込むか。そうです、中盤の後にとか。いやあのなんか豪気とかなんか膝に弱達強達仕込んでやる。痛いですよね。カニってカニって天候あの鉄砲の後 P じゃないですか。はいはいはい。仕込むって 何があるんだろうなって思ってたんですけど、こっち。ああけど、まあ正直あの天候でも全然減るんですけどね。けど EX オロチクだったら嫌だなと思う。こう打っててこれでそう、あであれですよね、強無人じゃなくてなんだっけ、強無人ですね。強無人とか打たれると距離中央だったら置き攻めつかないんで、多分ああ手伝うのか。ダイオロチの方が強そうかなって思ってます、うん、まあみたいな。であの俺ポイズンでもやるんですけど、ゲージ1本持つまで中攻撃振らないとかやるんですよ。1本ゲージ持つとカリンもそうなんですけど、こう打ち合いの火力が上がるんですよね。例えば中盤転向 EX 転向 V スキルってコンボになるじゃないですか。はい、けどゲージがないと中盤転向で終わるじゃないですか。中盤転向オロチとかで終わっちゃうんで安くなるんですよ。やっぱそうすると相手のこれがやっぱ嫌なんですよ。期待値が相手の方が上回ったりするんですけど、
ゲージ1本持った瞬間にこっちの方が単価が高くなったりするんですよ。それだと、打ち合いにかなり納得性が生まれるんですよね。いや俺の方が減るからっつって。で別にゴーキは、はい、ゲージ1本使うんですよね。でも使うけどダメージが上がるんで、でEX 転向、EX 転向 V スキルはめちゃくちゃ強い置き攻めです。あの、ゲージ使う価値がすごい高いですね。あで、これで、そう。で、EX 転向 V スキルで置き攻めがつく。ってやると、今みたいにこう、重ねてるだけでもゲージ回収してるんですよ、今。ちょっと重ねたらゲージ今、5分の1もらえたじゃないですか。基本的に EX を使って置き攻めいく。言っても状況が良かったりするとライン運べるしスタンチも溜まるし、こうやってゲージ解消もできるんで、そのめちゃくちゃ回転、あのいい形になりやすいんですよね。そうですね。なんで、ゲージ1本あるまではしゃがみ台系振ったりして、ゲージあった時に中盤にするとかしゃがみ中系打ったりするっていうやり方になるとちょっと景色変わるのかなとは。なるほど。ゲージそれ、そうですね、運べるのは偉いですね。うん、でポイズンはあの EX 切り上げで火力超変わるんですよ。はいはい。なんで、タチチューパーの、カリン戦とかもそうなんですけど、カリンポイズンそうなんですけど、ゲージ1本持ってからタチチューパー振るようにする、ちょっとするんですよ、あの、ポイズンが。なるほどね。そうすると、当たった時の期待値が乗るんで、あのしゃがみ中継で負けても、まあ、要するに 50% の運ゲーだとしてもこっちの方が減るから納得するんですよ。けど中パンハートレードってあの安いコンボとかになると殴り合いが超損するんですよ。なるほど。うん、じゃあ俺もここでなんですけど、中パン EX 鉄三鋼とかこれやられるともっとさし返しうまいな。できてますね。差し返しは最近勉強しました。勉強っていうか、フードさんよくガードのタイミングでうんぬんって言うじゃないですか。ああ、はいはいはい。あれの意味がやっと分かって、そしたらあの差し返しもなんか、上がりながら技振るっていうのもなんか、あ、強いですよね。差し返しながら振ると。タチデイパンとか超強いですからね。そうですね。あ、ごめん、強い。基本的にカリンはゲージ1本あったら EX 使った方がいいですよ。あの、なんならもう全部 EX でいってます。実際 CA ゲージがある価値が、まあ、なくはないですけど、まあ、低いのかなって思っちゃう俺は。 EX の方が強いな。回転率がいいからってことですよね。CA ってなんか340ダメージぐらいかな。そうですね、はい。なんですけど、要するに1本のゲージあたりの期待値を見るのすごい重要で、じゃあ何、まあ、120、まあ、高いんですけどね、 CA ってね。まあ、ゲージマックスっていうのもあのすごい損してるから、運ぶし置き攻めつくし産地伸びる、はい、しゲージ3つっていうのがまああと弱い。基本的にゲージが増えないんで、そこも絶対 EX、 そうですね、絶対こっちの方がいいです。どうせモリモリゲージもらえるんで。そうですね、もう3分の1回収してる。てかまあタチチューパーは俺もう全部 EX オロチでいいだろうと思っちゃう。あのまあ考えたことなかった。あのそれはダメです。あの、こう、遠くで打つときは。いやこれ当たるかな。仕込みって全然やったことない。あ、カリンは仕込み超強いですよ。特にタッチューパン天候めちゃくちゃ強いんで。天候仕込む。そう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 。もっとあの、移動できます。あの、セッポ仕込んで P 打つみたいな感じです。めちゃくちゃ遠いところでも、天候つながるんで、いや、タッチューパンだと。本当ですか、それは。かなりつながる。マジでつながる。そう、差し返しのことをあの分かったんで、いろいろ試したんですけど、結構すかりません。アビゲイルのしゃがみチューパンとか当たるでしょ、差し返しで。なんかね、天候って、最速が2種類あるっぽい。最速が2種類なんか変でしょ。
だからね、しゃがみ中継だとも最速点呼っていうのがそもそもあるんですけど、それがだからね2種類あるっぽいんだよね。キャンセルタイミングでずらすってことですか。そうそうそう、タッチューパンもえっちょっとね、中切符のがいいのかな。なんかね、なんか俺もだからあのメインじゃないからあれですけど、あのとりあえずめちゃくちゃ繋がると思った方がいい。それこそ EX にするともっとあの繋がりやすいとかもあるし、ね、ああそうですね。うん、フェロムとかやばいもん、遠くでずっとタッチューパー振ってるだけマジで一生タッチューパー出出そう、まあ、他のも多分やってますよね。だけどこれが要するにあの圧があるんですよ、うん、これでこのまずその適当に打つっていうのがこっちからするとすごい嫌なことなんですよ。嫌です。で豪気の強いところってこれ適当に打ってくるからなんですよ。適当だから対策しにくいんですよ、うん、そうです。でこれをベースにいきなりこうやって攻めてきたりとか、そうです、こう黙らせてやるっていうのが強いんで、まあ、その遠距離タッチューパンを打つっていうのはすごいいい対策ではあると思いますね。じゃあ運ゲーですか、膝対タッチューパンの。だそう、運ゲーっていう考え方はすごく良くて、だからこそゲージを持った時に振った方が良かったりするんですよ。火力が高い方が偉いんですよ、運ゲーだった場合。なるほど。だからその火力を豪気と同じように持っていくために1本ゲージ持った後に中盤振るっていうやり方は別にまあ豪気戦に限らずありなんですよね、こうあのやるときは一発の期待値を上げていく。そう、しかもカリンはゲージ1本あるかないかでコンボ選択が超変わるんで、この回収がしやすいしやすいし、あとカリンの強いところってあの1ゲージコンから3ゲージコンがあるんですよ、うん、ありますね。それがすごい強いんですよ。だからゲージ持ってそれこそ3ゲージあったら中盤 EX 鉄山無何あの弱無人、うん、EX なんか結構 EX オロチみたいな、まあ、そんな感じのコンボとかも当たったりするんで、はいはい、それがやっぱカリンの強みではあるのかなと思いますね。ちょ、中継の方、あの、もう今日は締めちゃってるんで、一応。すみません、FC 太陽さん、今日は、はい、すみません。あの、もう、吹き上げさんで、ちょっと最後になってます。はい、まあ、っていう感じなんで、ちょっと、ゲージを持った後に技を、振り方を変えるっていうのを意識すると、もっといけるかもしれないですね。了解です。はい、です。頑張ってください。ありがとうございます。サメさんです、ね、サメさんこんばんは。おはようす、よろしくお願いします。サメさん、なんか指定キャラとかありますか。めくりの強いというかキャラクターで思ったんですけど、はい、さっきの前の方の対戦見てて豪気がいいかなって思ったんで、うん、豪気でお願いします。やっぱり当たることも多いので、豪気多いですよね。当たることも多いですし、泣かされることもすごい多いんで、うん、なんとかしたいなと。まあなんかコーリンがすごい嫌なこう相手に上がるのがやっぱ豪気ですからね。もう戦ってて自分が気づきにくいような癖とか、ここ良くないよっていうようなポイントがあったら教えていただきたいので、少しそああ対戦してもらえたら。了解します。じゃあやりましょう。ちゃんと下がってこれやってる。えらい俺かさ流が。あらこれは、パッドなんですけど、そのしゃがみ状態から前に出て攻撃しようとするときに結構パラが出やすいってことですか。波動コマンドが出ちゃって、うんうん、そうなんだよね。
でもめくり対処できてますよ、ね、いやしかもちゃんと今の着地に弱中強入れてるからうまい普通に、ね、前はちゃんとフライパンで落とすし、いい偉い、うん、なんか普通に、上に意識を割いてるっていう感じするのかな。いや、けどね、あの受け方がすげえいいんですよね。そうですか。はい。うん、まあ今対戦してる感じだと、はい。まあ1試合だけだけど、まあゲージ運用は良くなかったなっていう。ああ、確かに。のは間違いなくて、あと技を振らなすぎ。あの受けまくってたなっていう、それがね悪いわけでもないですけどね。対空うまいじゃないですか。うん、対空うまいっす。けど対空を出すためにさっき下がってたんですよね。もう俺もさっき散々あの後ろレバー入れて対空しましょうよって言ったんですけど、うん、そのできるんだったらもっと技を振ってもいいのかなっていう、逆に、うん、タッチ中パン EX パラ仕込みとかそういう、あとかしゃがみ中パン EX パラ仕込みとかそういうのをもっとある方がいいかなとは思いましたね。そのめくり飛びに対する悪いイメージが結構あって、それで技を振りたくないってやつですよね。その距離を取りたくなって結構下がる癖があるなと思ってて、うん、でそれで下段をもらって、うん、はいはいはい、っていうことが多いので、うん、確かに大足食らってましたね。その守りの考え方というか、はい、どうしたらダメージを食らわないのかなっていう、すごいガードすればいいっていう話なんですけど、それは、完璧なのはなくて、そう勝つことが大切だったりもするから、自分の体力は減ってもいいんですよね。要するに、はい、自分の体力100上げる代わりに相手の体力300奪えればいいわけじゃないですか、はい、でそういうの、そういう考えもすごい大切で、なんかすごいいろんなことできる人だなってやっぱ対戦して思うから、例えばマイステップ投げとかを受けで使うのもあるんですよね。例えばこう飛んでくるじゃないですか、はい、で飛んできそうだなと思うときマイステップ投げするのありなんですよ。そうするとこう入れ替わるから、マイステップって攻めなんですけど、こう受けにも受けも兼ねてるんですよね、うん、マイジャンプっていう降臨が嫌な選択肢に対して勝てるんですよ。ただしゃがみ中パンパラ仕込みとかしといて、今こうやっとくじゃないですか、こう例えばそうやって、でこれをやりながらもうマイステップするんですよ。で投げとかやると相手の打撃とかはこう止めながらも、そのなんだってこう攻めになるって、でしゃがみ中パン打ちながら打ってもらっていいですか、でこう飛ぶんですけど、こうその時にマイステップは別に噛み合ったら入れ替わるんですよね、こうやって。はい、だこれって攻めと受けが両方とも兼ねてるんですよ。だからすごくお得なんですよね、この前ステップは。なるほどね。相手が何もしなかったら、はい、だけまあ、しゃがみ中盤っていう必要もないですけど、技を振ることによって、まあ、中攻撃の方がいいですけど、弱攻撃、まあ、立ち上げ系とかも超強いですけどね、立ち上げ系パラできると最高なんですけど、まあ、むずいですけど。EX パラがやっぱいいですね。だから立ち着き EX パラはできると超いいですよ、これ。すごい。これマジ最強なんで。とかやりながらステップ投げとかもやるといいですよ。立ち着き振って、そうですね。で、ステップ投げとか。そうですね。まあ、ステップ投げじゃなくても、ステップ打撃でもいいんですけど。ああ、氷っぽくなりますね、いきなり。で、ステップ打撃すると、やっぱ前飛びを意識しなくていいのがでかいですね。ああ、なるほど。ああ。入れ違う。確かに。豪気とかだと残空、残空に空振って膝から画面端とダメージをみたいなのが結構あるので、確かに前ステップは少なかったですね。だから前に行くっていうのは割と上からの対処の一つなんですよね。嫌だなと思った時に、しゃがんで待つのが一番やばいですよね。こうやられるから、うん、けどサミさんはちゃんと後ろレバー入れてたんですよ、うん、だからちゃんと体育は出てるんですよね。
ちゃんと体育出せるようにめっちゃ出てましたね。だからすごいいいですよ、この能力って超プラスで、なんかいいなと思ったんですけど、さらにガードをうまくしたいんだったら逆に寄るっていうやり方なんですよね、うん、歩き投げとか立ち弱系振りながらも、立ち中盤とか振りながらも歩き投げしに行くんですよ。そうやってこれは攻守に実は兼ねてる、うん、歩き投げしてもらっていいですか。こうこうなるから、これつかるんですよね。もっともっと近寄って投げたりすればで、こうやってつかるじゃないですか。でこれ中攻撃とか弱中強とか当たったりするんですよね。そうっすね、その投げとかやると。だからカモノとかって歩き投げかなり深めにやるんですよ。あれって対空しなくて済むからなんですよね。ああ。だからもうそこがつながってるんですね、うん、そうなんですよ。面白い。で一番やばいのが相手の強い位置に佇むことがやばいっていう感じですよね、うん、考えとしてはめくり飛びをされる位置、この辺ってことですよね、うん、まああんま良くないじゃないですか。だけど歩き投げしに行けば相手がガードだったら投げれるし、うん、まあ、相手が飛んできても、うん、あの着地をそうあもう普通にあのあれですよ、あの画面を見てやるってわけじゃないですか。歩き投げっていう選択肢が結果的に前飛びでも対応してるって話です。あ、だからそのもっと増やしていいっていうことですかね。増やしていいです。あ、増やしていいっていうか、そのジャンプが嫌だったらそういうのが要するに攻守になってるんですよね、うん、で打撃を食らうリスクはあるんですけど、うん、けどその打撃に対しては立ち中パン EX パラ押し込むとか、うん、立ち弱系 EX パラ押し込むとかでいけたりするんですよ、うん、なるほど。でそれもさっきの話なんですけど、ゲージ1歩あった ある時の方が歩き投げ強いです。あ、EX パラまでつなげられるから。そうだって ゲージがないんだったら俺結構技振れるんですよ、こうやって。だって食らってもまだ安いじゃないですか。そうだから歩き投げしにくいですよ。なるほど。けどゲージ1本持ってると、うん、技振った時に、あ、立ち弱系とかちょっと適当に振ってもらっていいですか。今これに全部 EX パラが入るんですよ。立ち弱系強いっすね。そう、これに EX パラが入ってるって考えると、うん、チーザ超振りたくなくなるじゃないですか。あ、まあ、EX パラ打たなくていいですよ。あの要するに EX パラが当たってるって仮定ができるんだ。これ結構膝に勝てるんですよ、うん、だからこう技振りたくなくなるんですよ。ちょうどすねあたりを蹴ってる立ち蹴超強いですよ。だからもうその遠くくらいすごいやん、うん、ってことは、うん、はい、技振りたくなくなるから歩き投げが当たりやすくなる、うん、あ、そして今度それがめくり飛び対策になってると。そう、マイジャンプに 対応してる。面白い。立ち上げ打って、そう、歩きいいっすね、歩き投げ。そうすると、こう残空とかでもこう、今みたいな入れ替わりやすいとかなるっていう。めちゃくちゃ景色変わりそうですね、これ、うん、で 今のところの上の対処の仕方が嫌な位置にいるっていうのは理解してて、そこからさらに後ろに歩いて対空できる位置に移動するっていうすごくいい対策をしてるのさらに、まあ、あれですよね、伸ばすバージョンですよね、うん、できてるからってできてるから、だからあのなんか否定とかじゃないんですよね。それやるなじゃなくて、めちゃくちゃいいなと思うんですけど、そういうのもあるよ。立ち弱系とか、うん、しゃがみ中パンチとかには、うん、毎回仕込むくらいの勢いの方がいいんですか、ね。離れてる時は絶対仕込んだ方がいいです。絶対です。絶対。絶対。頑張ります。理由としては、じゃあ打たなくていいじゃないですか。ああ。なんで振るのか。じゃあ、仕込まないで、立ち弱系とか振ってもらっていいですか。絶対勝てないです。これって期待値なんですよ。要するに 50% だとしても、期待値でやるわけだから。仕込まないと、お互い…さっきあんなに勝てたはずなのに。もう仕込んでないからですよ。まあまあまあ、みたいな感じで、その仕込まなかったら期待値が下がってるんで、うん、もう振った時点で弱いんですよ。なるほど。あ、ダメージを取れるときに取っておかないともったいないって感じですかね。あ、いや、期待値があるから通常技を振るんですよ。逆なんですね。期待値がないのに通常技を振るって、リスクをもう見ないといけないんですよ。技を打つってことは技を食らう可能性があるじゃないですか。常に俺100点ダメージ VS
俺120点ダメージだぜってやったら120点の方が偉いじゃないですか、はい、だから常に100点対120点で戦いたいのにいきなり120点なのにたまに10点が現れるんですよ。たまに10点の攻撃出てくるんですよ。そうするとそれ120点も平均が下がっちゃうじゃないですか。結果的にやっぱ弱くなってるんですよ。だからそれは振る必要がないんですよね。だってリターンもあるけどリスクもあるから、でそこもちゃんと見ないといけないんですよね。ってことは毎回仕込めるっていうことですね。そう、はい、もしくは打つな、仕込まないネタ打つな、それで打つ時にはちゃんと仕込む。そう、それはその自分目線の話になっちゃってるんで、うんうん、相手の攻撃を食らうっていうのを加味するとやっぱそういうふうになります、うん、疲れちゃわないですか毎回仕込むと。疲れる。疲れますよね。それはどうすればいいですか。打たない。打たない。そうか。で打つとダメ。打つとダメ。そうか。打たなきゃ別に疲れない。疲れないし、別にリスクリターンは発生しない。発生しないですね。っていう感じでございます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。そしたら最後吹き上げさんですね。30分ぐらい。お待たせしました。3人も多かったってことですか。まあ、10分以上やってるってことですよ、うん、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。はい、音量大丈夫でしょうか。あ、大丈夫です。ありがとうございます、はい、じゃあキャラクターとか何かありますか。ミカでお願いします。おい、ミカ、ミカちゃん。いや、ミカ全然うまからないんで、うん、ぜひとも。そうですね、ミカに対してやっちゃいけないことと、あとベガ側がミカに対してできることをちょっと教えていただければと。やっちゃいけないこと、うん、ああまあそうそうね、対戦の前に一応あんまやんない方がいいのは、ミカの V リバって、はい、スタンゲージがめちゃくちゃ回復するんですよ、はい、当たるとむしろスタンがなくなるっていう特性があるんで。ああはい。でベガって V リバしやすい技が多いじゃないですか。はい、スタッチが7割とかあるときにアックスとか EX2 とか打つのはやっぱ弱いですね。ああなるほど。V リバの期待値が高すぎるんですよ。はいはい、はい、60点ダメージ取ってスタッチが絶対回復しちゃうっていうのはやっぱ、うん、期待値がやばいなっていう、うん、はい。まあ、あと上の対処がやっぱすごい、重要な組み合わせではあるなっていう。あー、どこです。むずい、ドグラさんですら出ないんで。まあ、むずいですけどね。そう、V リバの演出が長いからスタンチ回復しちゃうんですよ。で逆にトリガー中の相手に V リバーも価値が高くなるんですよね、ミカは。演出が長いからゲージが消費するんですよ。細かい、そんな細かいところまで見てるゲーマーいるんか。多いっすね。でかい、でかい。ペンペン1。これ、あー、はいはいはい、これで絶対スタンがなくなっちゃうんですよ。すげえ。溶けてく。他のキャラの V リバだったらワンチャン大丈夫だったりするんですけど、ミカはね、もう本当に絶対スタンなくなっちゃうんで。来た、受け身取らない暴れ。これドグラさんもちょいやる。見えにくいですよね。そうですね。ケツ届くな。出た、これ戻される。けど EX なんだ。ちょっと遠いな。はい、戻される。で、これは、いや、もう終わるけど、起きろっぽ。すげえちゃんと動いてるっていう印象っすね。うん、ありがとうございます。まあけど対空がちょっとやっぱ出てなかったっすね。だから1回も下手したら出てなかったかな。あ、そうですね。ちょっとミカの対空、ミカ戦の対空すげえ苦手、むずいっすよね。ですね、はい。
ミカ戦ってあのなんかあの人間を試されるんですよ性能例えば俺ジャンプするんでジャンプチューチューってもらっていいですか。はい、これできるじゃないですか。はい、じゃあドロップキック打つんで、はい、潰してもらっていいですか。なんかなんかで、なんだろう、コパンとかがいいのかな。すいません、僕らの話だな。ああ、はい。ああ落ちるのか、これ。そうですね、まあ、ちなみにドロップキック対策は、アックスが強いんですけどね、実は。ああ、アックスなんですか。そう、見てからじゃないです。例えばここでアックスもらって打っていいですか、はい、で、ドロップキックとアックスの位置って一緒なんですよ。あで、こう打ってると、適当にアックス打ってもらっていいですか、はい、こうやってドロップキック打ってる時にアックス打たれると負けるんですよ。あ、なるほどか。で、そう、この時って要するにドロップキックとアックスって有利フレーム取る技で、はい、だドロップを見てから潰すってより、ドロップが強そうな位置でアックス打たれるの超嫌なんですよね。あ、なるほど。でこう溜めてる時にアックス打たれるとクラカンするから、やっぱ明らかに俺の方が先に打ってるじゃないですか。そうそう、なのに負けるんですよ、はい、だからすごいやっぱあのアックスはそうやって打つとドロップキック対策になると。はい、でまあじゃあアックス打てばいいじゃんってなんですけど、やっぱ飛びの対処ですよね。そうですね、はい、うん、まあ、ジャンプ中々打ちたいっすけどね。打ちたいっすね打ちたいっすよね理想としてやっぱ打ちたいっすね。なんかできてますよね。いや、できるんですよ、うん、けどいろんなことを混ぜられると出ないんですよ。そうですね、そこを一回フラットにしたいんですよ。はい、そこがスト5の難しいところ、うん、俺は絶対に対空しか見ないぞってちょっとやってもらっていいですか、はい、しゃがみガードしてて。あー、分かりました。はい、まあ、これ食らっていいんですよね。そうっす、対空だけですればいい。めくり絶対にめくり絶対に俺は対空しかしないよってやるんですよ。はい、分かりました。あー、でもそれでもね、なんかそう、こっちもなんか動きたくなっちゃいますね。し絶対に上しか見ないってなってんのに負けんすよ。あのいろいろ動いた後、面白いな。けど動かないと飛びますね。はい、あ、ちなみに、しゃがみガードしてると、空対空むずいっす。ああ、了解です。立ちガードの方が簡単っす。これはレバー、あのレバーっていうか、問題で遠いんすよ。しゃがみから斜め上で遠いんすよ、うん、だから遅いっす。物理的な問題なんですよね。でヒットボックスは空対空早い理由それなんですよ。あ、それをが物理がないから、あの空対空はヒットボックスすごい早い理由はそれです、ね、ただプログラム X とか空対空するときは前歩きするんですよ。前歩き、よりレバーを近づけるんですね。そう、前歩きして、ま、レバー前入れるんですよ、はい、だからなんかね、なんだろう、例えばブラストとか打った後かな。まあブラストっていうか、まあ、なんか EX ですか。なんかね、遠いところとかでレバーを前入れしまくるんですよ。こういう感じで、そうレバー前入れると、そうそれでそう今みたいな感じ で、だから空対空寄りでレバー前入れるんですよ、X って。ああ、なるほど。そうだから空対空早いんですよ。ああ、そう、これ手前でふやふやしてる時に投げをしたくなるっていうのが、そうですよね。対空しかしちゃダメなのに、やっぱりなんかそう、それでも意識持ってかれてる、これぐらいスト5なんですよ。面白いな。そうだ、俺もマジでそれしか見てないってやるんですけど、うん、あの豪気とかにいろんな動き散らされてEF100機あのしゃがみチューパーとかやって負けるんですよ。はい、これなんだこれ、俺もう上しか見ないって言ってたのにって言ったんですよ。なるんですね。まあ、だからミカはそうやって崩しに行くんですよ。あ、なるほど。分かってんだけど、うん、こういう動きとか混ぜながらやると、はい、そうそうっすね、2位とか前捨て駒投げとかなんかいろいろやってきて、うん、そうっすね。ただそう、あのニュートラルにしとくとか前レバー入れとくのいいっすよ。例えばミカだったら、例えばこういう距離って別に届かないんですよ、はい、レバー前入れても技が、はいはい、だからある程度離れてるときはレバー前入れても別に何もないんですよね。あの届く技がないから。ああ、なるほど。そう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 、そういうところでやってても別に届かないんですよ、レバー前入れても。だからレバー前入れても大丈夫なんですよ。逆にこっちはできないんですよ、あのアックスがあるから。こう適当にこうやってるとアックス食らっちゃうから、こういうことですね。そう、やっぱこう、うん、そう、こういう風にガードやっぱ入れたいんですけど、はい、ミカってリーチがあるわけじゃないですよ。いきなりこういうの打たれたら、はい、まあニュートラルとかレバー前ダメなんですけど、
まあ、リスクリターン的にやっぱやってこないんで。はいはい。うん、だから全然、あの、前や、前、うん、前、ここ超早いです。なるほど。で、空対空したいと思うんだったら、ニュートラかレバー前に入れとくといいですよ。よ、わかりました。で、逆に言うと、しゃがみガードしながら空対空は狙わない方がいいです。ああ、はい。その場合はしゃがないです。の方がいいです。しゃがみ台から空対空いいですか。ほら、全然やっぱ、さっきと速さが違うじゃないですか。これやっぱ物理的な問題なんですよ。あとレバー前入れながらすると垂直枯れます。あーもう X 超やってくるんですけど、はいはい、そう垂直狩りみたいな感じでやってくるんですよ。そう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 、確かにベガやってるとどのキャラもやっぱ垂直結構挟んでくるんで。あ、そうですよね。 EX2 とかあるじゃないですか。はい、はい、あれよくすかされるんで、うん、だからなんかそういう時におもむろにめちゃくちゃ歩いてくるんですよ。で別に垂直でも前ジャンプでもジャンプ中中打つみたいな感じでやってるんですよ。あ、だ判断がないから早いんですよ、はいはい、例えば今こうニュートラルで、こうやってもジャンプ中中届かないじゃないですか、はい、だから判断してるんですよ。あ、前ジャンプだからジャンプ中中にしようって。はい、それを自分から寄ることによって判断がなくなるんですよ。飛んだら打てばいい、どっちでもどっちでもいいよってことですね。そうすると反応が早くなるんですよ。はあ、判断をなくすっていうのがあって、はいはい、そういうのができると多分もっと対空はできるのかなとは思いますね。わかりました。うん、EX、まあ、よくあとあれですよ、トリガー持ってる時にこういうところですら打ってくるじゃないですか。こういうところで、はい、こういうところに超歩くんですよ。ああ。でそうするとすらと見せかけて、そう、あの前に歩いてるからジャンプ中中が対になるんですよね。これ強いな。で前に歩かなかったらこれでずっとやられちゃうんですよ。そう、あ、そう、うん、これで今対になってますよね。スライディングと対になる前歩き、みたいな感じでやれるといいのかなっていう。ああ、なるほど、これ強いですね。確かにこの距離結構スラ発動に頼ってたんで。そうですね。でこの卓になってないから、この、はい、その前に歩かないとやられちゃう、意味ないよっていう。はいはい、うん、なるほど、まあ、対策の対策ってことですよね。スラ対策の、そう、し判断をなくすことによって対空が速くなるんですよ。前ジャンプっていう対空だから、バックジャンプで出ちゃうかもしれないですけど、まあ、出てもいいんじゃないかっていう、多分何も起きないんで基本的に。ああそうですね、はい、うん、まあみたいな感じで、うん、できると良さそうな感じがするんで、はい、対空終わりました。まあ三日戦とかは特に対空だから、ぶっちゃけ対空だけなんで、この組み合わせ対空頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またベガが強くなっちゃうんですね。ベガ多い。はい、じゃあ失礼します。お疲れ様です。じゃあ今日はこんな感じですか。そうですね、はい、だいぶ1時間半もやっちゃいましたね。はい、やっちゃいました。だけどその分、はい、よかったなって思う人が多いってことなんで、と思います。まあ、宗教じゃないですけど、皆さん幸せでしたねそうですね皆さん幸せになれましたかと。じゃあまあそんなところで来週、はい、でまああれですよね、また今月末も大会をやるんですけど、はい、例によって、はい、あ、できるか、あ、できるか、ですか。いや、まあ大丈夫、木曜は大丈夫。まあゴールドゴールド以下なんで、ちょっとゴールド以下、あの体をね、はい、温めてもらえたらいいなと思っておりますと。今日もね結構いましたね、ゴールドの方。そうですよね、うん、まあ、ゴールドスターボードまで、ウルトラゴールドまで OK なんで、はい、まあっていう感じで今日はこんなもんで、はい、なんかありますか。特にね、ないですね。はい、はい、まあ、これ延長しますからね。そう、もう30分やってます。じゃあまた、うーす、お疲れ様でした。